私の名前は飯島瑞穂、29歳。その日、私は車で帰宅し、家の近くの駐車場に車を止めた。しかし、そこで面倒なことが起こる。車を降りると、おお、姉ちゃん、かわいいね。一緒に飲もうぜ。男にそう声をかけられたのだ。パッと目をやると、そこには3人の男がいて、あたりにはお酒の空き缶が散らばっていた。どうやら駐車場に座り込んで酒盛りをしていたようだった。いや、結構です。私は男からの誘いを冷たく断った。だが、そんな固いこと言うなって、酒やるからよ。さあさあ、俺たちと飲める機会なんざそうそうないぞ。さっさとこっちに来いって。ほら、男たちは口々にそんなことを言ってくる。めんどくさい。そもそもこんなところで酒盛りするのやめてもらえます？近所迷惑なんですよ。私はイラッとしたこともあって、少し強い口調でそう言った。だが、は？てめえなんだその態度。男たちを怒らせてしまったようだ。いや、だってそうですよね。ここは駐車場ですよ。お酒を飲んでどんちゃん騒ぎするような場所じゃありません。近くには家もたくさんあるし、こんな夜遅くに騒いでたら迷惑になるっていうのがわからないんですか？全然わからねえな。どこら辺が迷惑なんだ？答えてみろよ。あなたの言動、顔、存在、すべてが迷惑なんですよ。迷惑じゃないところを見つける方が難しいくらいじゃないですか？おいおい、言うじゃねえか。ここで騒ぐことが迷惑かどうかわからない人には、これくらいのこと言わないと伝わらないでしょ。すると、てめえ、いい加減にしろよ。男はそう言って怒りの表情を浮かべた。そしてまさかの発言をしてくる。調子に乗ってんじゃねえぞ。てめえ、俺たちのことを誰だと思ってんだ。俺たちは沖田組のヤクザだぞ。なんと男は自分たちのことをヤクザだと言い出したのだ。しかもこの方は沖田組の組長だからな。姉ちゃん、とんでもない相手に喧嘩売ったもんだな。男たちはそんなことを言って睨みを聞かせてくる。だが、ヤクザなんだ、すごいすごい。私はそんなことを言った。実はある事情によって私はヤクザのことが全く怖くない。しかしそんな事情を知らない男たちは当然のように怒った。なんだてめえ、その口の聞き方は。俺たちはヤクザだって言ってんだろ。さっき聞いたよ。そんなに何回も言わなくても分かってるから。だったらその態度おかしいだろうが。なんで？だったらどんな態度取ってほしいの？それはお前、もうちょっとヤクザなんですか、怖いみたいな感じでやれよ。何それ、ダッサ。こういうのにダサいとかないんだよ。てめえ、俺たちのこと舐めてんだろ。いや、ほんとそうっすよ。組長、俺たち完全に舐められてます。こんな小娘に舐められるなんて許しちゃダメっす。俺たちのプライドにかけてきっちり目に物見せてやりましょう。そうだよな。このままじゃ沖田組の名を汚すことになっちまうからな。名を汚すって、もう十分汚れてるじゃない。なんだと？てめえもう一回言ってみろ。十分汚れてる。もう一回言ってんじゃねえよ。沖田組を舐めんじゃねえ。舐められるようなことしてるじゃない。駐車場で酒盛りするヤクザなんて聞いたことないわよ。ヤクザだったらもうちょっと高級な店とかクラブとか、そういうところで飲みなさいよ。こんなところでコンビニで買ってきたお酒で酒盛りするなんて、大学生じゃないんだから。沖田組はどんだけお金ないのよ。貧乏ヤクザじゃない。私のその言葉で男は顔をあからめた。恥ずかしいところを疲れたのだろう。うるせえよ。今日はたまたまここで飲んでただけだ。たまたまこんなところで飲むヤクザがどこにいるのよ。ヤクザだっていろいろ大変なんだよ。もうちょっとこっちの苦労にも配慮しろ。なんで私があんたたちなんかに配慮しなきゃいけないのよ。優しくしてほしいんだったら人に迷惑かけるような場所で飲むんじゃないわよ。
うっとつぶやき口ごもるヤクザ。反論の言葉を失ってしまったようだ。すると、あの兄貴、口で勝負してちゃ勝てないっすよ。そうだよな。力で勝負しましょう。相手は女なんですから。わかった。そんなことをこそこそと話し始めるヤクザたち。そして、お前さっきからうるせえんだよ。俺たちのこと舐めてんだったらボコボコにしてやろうか。突然男はそんなことを言い出した。口じゃ勝てないから今度は力でって。本当に野蛮ね。うるせえよ、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。俺たちに逆らったらどうなるかしっかり分からせてやるよ。それが嫌だったら俺たちと一晩過ごすか。あんたの度胸に免じて今夜抱いてやってもいいんだぜ。そしたら許してやるよ。あんたたちに抱かれたとしたらそれは人生最大の汚点ね。偉そうにしてんじゃねえぞ。どれだけ強がっても男三人に力じゃ勝てねえだろ。女一人を男三人で屈服させようなんて恥ずかしいと思わないの？思わねえな。お前の泣き叫ぶ顔が見れるんだったらな。すると男たちはじりじりと私に近づいてきた。私は、はぁ、と大きなため息をつく。本当にどうしようもない男たちだ。そして、あのね、もう少し想像力を働かせることはできないの？私はそんなことを言った。はぁ？想像力？突然何の話してんだ、お前。兄貴、こいつビビってるんすよ。それで適当な話して話をそらそうとしてるんじゃないっすか？ああ、なんだ。そういうことか。お前、今さらビビったのかよ。このタイミングでビビるんだったら、もっと早くビビってるでしょ？本当に想像力がないんだから。うるせえんだよ。てめえ、さっきから俺たちのこと見下しやがって。いい加減にしろよ。それは、あなたたちに問題があるからよ。想像力のなさのせいで、自ら危険に足を突っ込んでるんだから。ああ？危険に足を突っ込んでる？お前、さっきから何言ってんだ？だからね、私がヤクザ3人に対して、これだけ堂々と毒を吐いていることを考えれば、何か裏があるんじゃないかって考えるのが普通じゃないのって言ってるの。裏？そう。ヤクザに立てついても問題ない理由がそこにはあるってことよ。私は大きなため息をついて男たちを睨みつける。そして口を開いた。あなたたち、飯島組って知ってる？飯島組の名を出すと、男たちの動きがピタリと止まった。飯島組。そうつぶやき、三人は目を合わせる。飯島組だったら当然知ってるよ。なあ。あさん、そうっすね。ここら辺で一番大きな組っすからね。ここら辺のヤクザだったら全員組長の顔もわかるくらい有名っすよね。そうでしょうね。こんなところで酒盛りするような小さな組からすれば雲の上の存在でしょ。まあ確かにそうだが、それでお前なんで飯島組を知ってるかなんてことを俺たちに聞いてきたんだ。男たちも嫌な予感を感じているのだろう。固唾を飲んで私の次の言葉を待っている。そのため私は彼らにとって絶望的な真実を教えてあげることにした。私が飯島組の話をした理由はね、私の旦那が飯島組の組長だからよ。その言葉に、はぁ？と声を上げる男たち。ちょっと待て。ってことは、お前は飯島組組長の妻ってことか？そう言ってるじゃない。なんでそんな人間がこんなところにいるんだよ。いや、なんでって。家がすぐ近くだからよ。ちなみに、家に行けば旦那もいるわよ。私の言葉を聞き、ごくりと唾を飲む男たち。だが、お前が飯島組組長の嫁？そんなわけねえだろ。男はそう言い、私の言葉を信じようとしなかった。
さすよね。たまたまここで出会った相手がそんな大物の嫁だなんて、そんな偶然あるわけないっすよ。どうせ俺たちをビビらせるためについた嘘っすよ。そういうこと言えば逃げられるとでも思ってるだけっすよ。だよな。おい女、俺たちがそんな嘘に騙されるとでも思ってんのか。バカにすんなよ。嘘じゃないわよ。じゃあ証拠見る？おお、見せてみろよ。ただし半端な証拠だったらお前どうなるか分かってんだろうな。はいはい。私はそう言い、スマホを取り出す。そして、はい、これ見て。男たちに画面を見せた。すると、げ、嘘じゃなかったのか。マジかよ。そこに映し出されていたのは、私と旦那のツーショット写真。男たちは旦那の顔を知っているようだったので、これを見せれば証拠になるだろうと思ったのだ。実際にその効果は抜群だった。じゃあちょっとマジだったじゃないですか。どうするんすか組長。お前らが嘘だとか言うからじゃねえか。俺は最初ちょっと信じてたのに。ちょっと俺らのせいにしないでくださいよ。そもそもあの女に最初に絡んだのは組長ですからね。うるせえよ。お前らも楽しそうだったじゃねえか。それは組長が楽しそうだったからじゃないですか。俺たちは仕方なく付き合ってたんすよ。そうっすよ。そうしないと組長、お前らノリ悪いなって言って怒るじゃないですか。俺がそんな小さいことで怒るとでも思ってんのか。実際怒るじゃないですか。仲がいいのか悪いのか、談笑してるのか、小競り合いをしているのかわからないが、私は男たちの話に付き合うつもりはなかった。そこで、じゃあお待ちかねの旦那を呼んでくるわね。そう言って私はスタスタと歩き出す。すると、ちょっと待ってください。男たちはそう言って全力疾走、私の前に踊り出た。そして土下座しながら、すいませんでした。今回の件なかったことにしてください。男たちはそんなことを言ってきたのだ。なかったことにってどういうことよ。ですので俺たちが絡んだことを旦那さんには言わないでほしいんです。やだ。そう言って私は再度スタスタと歩き出す。するとまた男たちが追いかけてきて、私の進路を塞ぐように土下座してきた。お願いします。なんとか秘密にしておいてください。なんでよ。実際あなたたち私に絡んできたじゃない。実際の話はこの際どうでもいいんです。とにかく言わないでほしいんです。なんで私があなたたちのお願いを聞かなきゃいけないのよ。そこは人助けだと思って。はあ？もしも飯島組なんかに目をつけられたら、俺たちの組は一瞬で終わってしまいます。最初に言われたように、俺たちは貧乏で規模の小さいヤクザなんで、飯島組には逆らえないんです。そんなことになったらもうヤクザとしてやっていけなくなりますし、そもそも命が助かるかどうかもわからない。ですので俺たち三人の尊い命を助けると思って、なかったことにしてください。いや、全然尊いと思ってないんだけど。そこをなんとか尊いと思っていただいて。まったく。じゃあ分かったわよ。あなたたちの命は助けてあげるように言っておくから、それだったらいいでしょ。いや、それだけじゃ足りないです。すべてを秘密にしてほしいんです。もうちょっと助けてください。なあ、うるさいわね。あんた家の前の駐車場で散々私に絡んできておいて何様のつもりよ。あんたたちを助けてあげる義理なんかないんだからね。それじゃあ。男はそう言うと財布を取り出した。これでなんとか許してください。そう言って男が差し出してきたのは5000円札だった。俺たちからもお願いします、これでなんとか。そう言い、二人も私にお金を差し出してくる。それぞれ3000円と2000円だった。あなたたち本当にお金ないのね。これが俺たちにできる精一杯なんです。これでなんとか考え直してください。
いや無理でしょ。じゃあ今から ATM に行ってお金を下ろしてくるので。いや、お金の問題じゃないのよ。そもそも私、飯島組の組長の嫁なのよ。お金になんて困ってないからさ。だったら俺たちをパシリとして使ってください。何でも言うこと聞きますので。無理無理。それじゃあどうしたら許してくれるんですか、教えてください。あのさ、何をされても許す気なんてないし、それにそもそももう手遅れなのよ。私のその言葉でキョトンとする三人。手遅れ？どういうことですか？これ見て。私はそう言い、先ほども見せたスマホを三人に向けて見せた。これは、電話が繋がってる？そういうこと。実は、さっきあなたたちにスマホを見せたとき、旦那に電話して、そのまま放置しておいたのよ。今、通話中になってるから、旦那は私たちの話を全部聞いてたはず。それに会話の中で、駐車場の前って話もしたから、今、ここに向かってるんじゃないかな。と、そこで。みずほ。後方から聞き覚えのある声が聞こえてきた。旦那だ。大丈夫か？何かされなかったか？ああ、大丈夫大丈夫。少し絡まれただけで何もされてないから。そうか、よかった。旦那の顔を見たからだろう。三人のヤクザは分かりやすく怯えた顔をしていた。あ、本物っすよ。本物の飯島組長っすよ。やばいっす。これマジでやばいやつです。どうしたらいいんだ？と、そこで旦那は鬼の表情を浮かべながら三人を睨みつけた。おい、お前らだな。うちの嫁に絡んできたヤクザってのは。違うんです、飯島組長。何が違うんだ？あと、気安く俺の名前を呼んでんじゃねえ。すいません。お前らも同業だってことは分かってんだからな。組長の家族に手を出したんだから、何をされるかも分かっているはずだ。お前らただじゃ済まさねえから、覚悟しとけ。すると三人はその場で再度土下座する。そして、すいませんでした。声を揃えてそう謝罪した。はぁ、と大きなため息をつく旦那。すると、で、何があったんだ？旦那は私にそう聞いてきた。何があったんだって、何があったかわからないで怒ってたの？途中からの会話しか聞いてなかったからさ。絡まれたことと、こいつらがヤクザだってのは分かってるんだけど、具体的に何があったのかってことはあんまり分かってないんだよ。絡まれたことは間違いないんだよな。まあそうだけど。じゃあいいじゃん。それで何があったのか詳しく教えてくれ。私は大きなため息をついた。面倒だけど説明するしかない。私が駐車場に行ったら、この人たちが駐車場で酒盛りをしてたのよ。駐車場で酒盛り？なんだそれ。そこら辺の大学生じゃないんだから。私も同じこと言ったわよ。かなり小さくて貧乏な組らしいわよ。だからこんなとこでしか酒盛りできないらしいわ。そんな小さい組が俺の嫁に絡むとはね。旦那がそうつぶやきながら三人をちらっと見ると、三人はビクッと反応した。それでこの人たちが私のことをナンパしてきたのよ。一緒に飲もうってさ。当然私は断ったんだけど、あまりにもしつこいからどんどんイライラしてきちゃって。近所迷惑になるから駐車場で酒なんか飲むなって注意したの。そうしたらこの人たちも反論してきて口論になったってわけ。なるほど、 100% こいつらが悪いってことだな。そう言うと旦那は土下座する三人に近づき、おいと声をかけた。あ、はい。駐車場で酒盛りなんてしてたら近所迷惑になるってこともお前らはわからないのか？分かってはいたんですが。だったらなんで注意された時点でやめなかった？それは
何と言いますか、ヤクザのプライドというか。は？仇の人間に注意されて簡単には引き下がれないと思ってしまって、それで反論してたらどんどんヒートアップしてしまい口論になってしまったんです。なんか本当に子供みたいな理由だな。なあ、あとその人たち口論になった時私のことを力ずくで抱いてやるとか言ってきたよ。その言葉で旦那の表情が一気に変わる。怒った時の表情だ。は？お前らどういうことだ。いや、その、答えろ。はい、その場の勢いで言ってしまったというか、酔ってもいたので。てめえ、酔ってたからなんて言い訳が通用するとでも思ってんのか。ちょっと口論になった話とは全く別だぞ。お前ら、普段からそんなことをしてんのか。いや、普段はそんなことは。嘘つけ。たまたま口論になった時にそんな言葉が出るってことは普段からやっているってことだろうが。あの本当に今回だけで。信用できるわけねえだろうが。とそこで、あの他の二人のヤクザが口を開いた。あの組長は本当に普段はそういうことはしない人です。てかそういうことする勇気もない人というか。そうっすね。うちの組長は弱い相手とか身内にしか強い態度を取れないような小心者の人なんで、さすがにそんなことはしないと思います。実際そんな話聞いたこともありませんし、いつも口だけの人なので、多分今回も口だけの脅しだったはずなんです。すげえダサい組長だな。旦那はそうは言ったものの怒りの表情は消えていた。彼らの言葉を信じたのだろう。私も彼らの話は本当のことだと思う。実際に私が彼らに脅された時、それほど危機感を感じなかった。というのも、彼らは口を出してくるばかりで、全く手を出してこなかったからだ。彼らの脅しはどこか嘘っぽかったので、私もこの男がそんなことをするとは思えなかった。とそこで旦那がちらりと私の方を見てくる。私は旦那の意図を汲み取り、ゆっくりうなずいた。わかった、信じてやるよ。それでお前らもういい、帰れ。旦那からの意外な言葉に三人はえっと顔を上げた。帰れって言ったんだよ。いいんですか。口喧嘩しただけだろ。もういいよな。ええ、もう大丈夫。ありがとうございます。元気にそう言った。そして三人が立ち上がり帰ろうとした時のことだった。本当にありがとうございました。このお礼に何か困ったことがあった時は言ってください。沖田組は人数は少ないですけど、少しくらいは助けになれると思いますので。そんな言葉を旦那に言った男たち、そしてそれじゃと帰ろうとした時、待て。旦那が低い声でそう言った。ただならぬ気配に顔をこわばらせ、男たちは旦那を見る。お前ら沖田組なのか。そんなことを言う旦那。そういえば旦那にこの男たちが沖田組という組の人間だということは伝えてなかった。はい、沖田組ですが何か。そうか。すると旦那は携帯を取り出し電話をかけた。すぐに来てくれ。そう言い電話を切る旦那。あの誰を呼んだんですか。うちの組員だよ。組員。それはどういう目的で呼んだんですか。はあとため息をつく旦那。そして男たちを睨みつけた。うちの組が経営しているバーがあってな、つい先日そこで暴れ回って店内を散々荒らした奴がいるんだよ。そいつらは散々店のものを壊し、しかもガラスが割った時に怪我人まで出した。うちの組員が追いかけたんだが、そいつら酔ってたくせに逃げ足だけは早くて見失っちまったんだ。で、俺たちはそいつを探しているわけなんだが、
それが沖田組の人間。しかも組長と組員二人で酒癖の悪いやつ。お前たちの特徴にピタリと当てはまるんだが、これってお前らだよな。明らかに顔色が悪くなった三人。旦那の問いに目を泳がせるばかりだ。それが答えだな。そう言い、旦那は三人にゆっくり近づいてゆく。ちょっと待ってください。あ？あ、いや、確かにそれは俺たちのことなんですが。お前たちなんじゃねえか。違うんです。つい酔っ払ってしまって、ほとんど記憶もないような状態でやってしまったことで。そんなの知ったこっちゃねえんだよ。旦那の怒号が辺りに響いた。お前もヤクザならわかってるはずだ。ヤクザの島を荒らすっていうのがどういうことかな。しかもお前、今回も酔っ払ってうちの嫁に絡んだんだよな。2回も酒で失敗してやがる。それを考えたら全く反省してないってことだろ。きっちりその月は支払ってもらうぞ。すると男たちはまた土下座を始める。お願いします。本当に反省しています。二度とやらないので許してください。今日が1回目ならまだ話はわかる。だが2回目だ。お前の言葉は信用できない。俺たちも今後組長が酒を飲まないように見張っておきますから。じゃあなんで今日見張っておかなかった。それにお前はただの組員で、こいつは組長だろ。いざとなったら逆らえるはずがねえじゃねえか。できもしねえことを言ってんじゃねえぞ。じゃあせめて俺たちだけは逃がしてください。店で暴れたのは組長なので。お前らも店にいたんだろ。王国では一人が暴れて、それをお前らがゲラゲラ笑いながら煽っていたと聞いている。それに組員が組長を売るってのはどうなんだ。俺はそんなすぐに人を裏切るようなヤクザが大嫌いなんだよ。そんな、せっかく助かったと思ったのに。あの時、余計なことを言わなければ。嘆き悲しむ三人の男たち、自業自得だ。組長が到着したら、お前らにはそのまま、うちの組に来てもらう。まあ安心しろ。命までは奪わないから。全然安心できない。そうだな。まあお前らには二度と今回の件を忘れられないように数十人の組員で地獄を見せるとして、ついでに沖田組なんていうふざけた組は完全に壊滅させよう。お前らみたいなヤクザはこの世から消滅した方がいい。それを聞いた男たちは絶望的な表情を浮かべた。ちなみに逃げたかったら逃げてもいいぞ。地の果てまで追いかけるだけだからな。まあそれで捕まったら命はないと思ってくれ。震え上がる男たち、逃げる気力もなくなったようだ。そして10分ほど経つと数台の車が目の前に止まった。数人の男たちが車から降りてきて、男たちを車に連れ込んでいく。じゃあ俺たちは事務所に行くから先に帰っててくれ。旦那はそんな言葉を残し、車に乗ってそのまま事務所に行ってしまった。私は一人取り残され、ふうと大きく息を吐く。駐車場で面倒な男たちに絡まれ、いろいろあったが、これでようやく全てが終わり、私は安堵した。それから数時間後、私が家にいると、まさかの出来事が。なんと、旦那が家に帰ってきたのだ。あれ、もういいの？私は、そう驚きの声を上げる。あの三人に制裁を与え、組を壊滅させるのだから、もっと遅くなると思っていたのだ。旦那の話によると、あの後旦那たちは予定を変え、すぐに沖田組の事務所に行ったらしい。沖田組の組員はかなり少ないため、今いる組員だけで十分制圧できると判断したようだ。そして、勝ち込みに行くとすぐに組員は降伏。
旦那たちは全員を縛り上げ、事務所の中を探った。すると、そこで様々な犯罪の証拠を見つけたとのこと。それを全部調べ、後日警察に提出して、全員を逮捕させようと思っているそうだ。だったらまだ忙しいでしょう。事務所を全部探らなきゃいけないんだから。私がそう言うと、旦那は意外なことを言ってきた。いや、絡まれた直後だから、一人になると怖いんじゃないかと思って。どうやら、旦那は私を一人にさせないために帰ってきたようだ。大丈夫だよ。私は組長の妻なんだから、あれくらい平気。私は笑いながらそう言った。旦那は組長としては怖い人だけど、普段は私を気遣ってくれる本当に優しい人だ。そんな旦那からの深い愛情を実感した私。これからもよろしくね。そう言って私は旦那の手をぎゅっと握った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前はコウスケ。今年で33歳になる。父親のいない俺を母ちゃんが女手一つで育ててくれた。じいちゃんから受け継いだ精肉店を切り盛りし、毎日忙しいながらも目一杯の愛情を注いでくれた。母ちゃんは立派な母親であり、頼りがいのある父親のようなもので尊敬している。そんな母ちゃんの店に頼んでもいない客が入り込んできた。よーよー、このきっとね、店の店主はどこのドイツだ。こんだけ汚ねえってことは、そりゃ長いこと店もやってるんだろう。ええ、おかげさまで。今年で私がついで25年になりますね。私の父が始めたお店ですから、外観もかなり古くなってしまってますね。ああ、25年も。おかしいな。俺らよ、この前組の帳簿見たら、こんな店の名前書いてなかったんだよな。本当なら25年もやってるんなら、俺らまんじゅう組が知らねえわけねえんだよ。さあ、それはわかりません。少なくとも父も私もまんじゅう組とは関わってませんからね。それで何のご用ですか？お肉なら好きなものを注文してください。ご希望通り用意しますよ。おい、ババア。俺らが普通の客に見えんのか？どう考えても取り立てに来たに決まってんだろう。バーバーがついで25年ね。じゃあ、25年、みかじめ料の未払い分を払ってもらおうか。何？あんたの親父の頃はもういいよ。それは勘弁してやる。その代わり、あんたがついでからの分はきっちり払ってもらおうか。何勝手に話進めてんだよ。みかじめ料だと、ふざけんな。そんなもん払う必要があるのか？少なくともこの店をやってて何度も税務署に行ってるが、みかじめ料払ってますか？なんて聞かれたことねえよ。クソガキが偉そうな口聞いてんじゃねえよ。じゃあてめえがババアの代わりに支払うか？俺たちはどっちでもいいんだよ。とにかく未払いなのは認められねえな。ババアが払うかお前が払うか、どっちかしか選択肢はねえ。お前らそれ本気で言ってんのか？もし俺が今警察呼んだら困るのはお前らだぞ。みかじめ料なんて払ったらむしろ俺たちが捕まっちまうじゃねえか。正直な商売をやってきたってのに、お前らの金稼ぎのせいで母ちゃんが迷惑こむるのは勘弁してくんねえかな。世の中の暗い部分を知らねえガキがピーピー騒いでんじゃねえよ。お前らは俺らよりも下ってことを理解してねえみてえだな。本当はしたくねえんだが、わからねえんなら仕方ない。力で教えてやるしかねえな。ふん。お前らヤクザは、すぐ力だのなんだの言いやがる。それしか脳がねえのか？少なくとも俺たちがあんたらに金を払うことはない。
もし金が欲しいってんなら、まっとうに働けよ。そうすれば、無難に生きていけるくらいは稼げるだろう。楽して生きようとするから、悪いことにも手を染めないといけないんだぞ。クソガキが、いい加減にしろ。お前に公爵垂れられても何とも思わねえんだよ。ペラペラくっちゃべってねえで払うもん払えや。俺たちが邪魔なんだろ。お前らが払わねえから、俺たちだってここに居座り続けなきゃなんねえんだよ。パパッと気持ちよく支払ってくれたら、こんな店早々に出てきてくれえだよ。だから、払わねえって言ってんだろ。一生払うことねえんだから、あんたらも一生ここにいるつもりか。まあ別にそれでもいいぜ。そうなったら、威力業務妨害で警察呼べばいいだけだからな。ああ、できるもんならやってみろよ。もしそうなったら、この店おしまいだけどな。何十年も続いてきたのか知らねえが、お前のせいで台無しだな。それこそやってみろよ。こっちには後ろ暗いことなんか一つもねえんだよ。つまり警察呼んだって何一つ怖くねえってこと。あんたらは、呼ばれたら困るんだろ。母ちゃん、もう面倒だから警察呼ぼう。俺らで話してても拉致が開かねえや。え、でもきっと警察は助けてくれないわよ。バーバーの方が分かってんじゃねえか。そうだよ。警察なんて呼んだって意味ねえんだよ。あいつらは結局自分らのことが可愛いだけだからな。自分がやばい目に遭うってなったら助けてくれるわけねえだろ。そんな、じゃあどうするってんだよ。その見かじめ料ってのがいくらか知らないけど、払えるわけないじゃんか。それとも何？母ちゃんは払えるだけの余裕があんの？余裕なんてないけど。でも警察もきっと助けてくれないし、誰かが助けてくれるわけないもの。どうしようもできないけど、どうにかするしかないじゃない。払えてくるぜ。二人揃って金ねえのかよ。ああ、でも安心しろ。俺らが貸しといてやることもできるぞ。25年分だから、ざっと2500万くらいかな。毎年500万返してくれりゃ、5年で終わりだ。あ、2500万。どうしてそんなバカみたいな金額払わないといけないんだよ。くそ。もういい。ダメ元で警察呼んでやる。ふざけんな。そんなことして無事で済むと思うなよ。俺たちの言うことに従えねえってんなら、まずは体に教えてやるよ。中村、クソガキの体捕まえとけ。俺が直々に教え込んでやる。ああ、わかった。気が済んだら俺に代われよ。俺もこのクソガキにはお灸を据えてやらねえと気が済まねえ。俺たちがヤクザだってことはしっかり理解させてやらねえとな。なんだよ。話せよ。こんなことしたってない袖は触れねえんだっつーの。金がねえ人間を詰めるよりももっと金持ってる人間のとこ行けよ。うちは小さな町の精肉店だぞ。2500万なんて金一生かけたって払えねえよ。そんな言い訳聞きたいわけじゃねえんだよ。だからすぐに払えなくたって俺らが貸してやるって言ってんだろ。ああ、もちろん未払いの分とは別に、みかじめ料も発生してっから、その分の支払いも忘れんなよ。さ、じゃあそろそろ一発言っとくか。右がいいか、それとも左がいいか。両方やだね。どっちかならいいっていう人間がいると思ってんのかよ。うおっ！ふぅ、出た出た！小林の右でも左でもないボディーブロー。いくら卑怯だって言ったって意味ねえからな。ヤクザの世界に不意打ちって言葉はねえからよ。くそ、こんなの許されるわけがないのに。康介、大丈夫なの？母ちゃんはいいから下がっててくれ。母ちゃんがどうこうできるもんじゃねえ。ああ、いいぞいいぞ、頑張れ。我慢すればいいことはあるかもな。俺のことを殴り蹴ってくるヤクザの攻撃になすすべもなくボコボコにされ続けた。ほらよ、クソガキの叩きの完成だ。
なんで俺がこんな目に。母ちゃん、もう逃げてくれよ。俺たちじゃどうすることもできねえって。本当はこんな手使いたくなかったけど、仕方ないわよね。朦朧とする意識の中、母ちゃんの叫ぶ声が聞こえた。みかじめ料は私の姉が払ってくれます。あなたたちの言う通りに支払うから、お願いだから、これ以上息子を痛めつけないで。はあ、ババアの姉。なんだよ、またババアが増えんのかよ。これ以上ババア増やしてどうすんだよ。っていうか、本気で2500万も払えると思ってんの？世の中老後に2000万必要だって言われてんのに、それより高い金持ってるババアがいると思えねえんだけど。どうとでも言ってちょうだい。とにかく姉を呼ばせてもらうから、それ以上息子には一歩も近づかないで。もう、怖っ。はいはい、わかったから、さっさとそのあんたの姉ちゃん呼んでくれよ。俺らもさっさとこんな店出て行きてえからさ。1時間かかるなんてバカなこと言い出したら、またボコボコにすっかんな。しかも今度はこのクソガキじゃなくて、ババア、てめえがボコボコになんだよ。大丈夫よ。近くに住んでるから、出かけてなければ20分もあれば到着すると思う。コウスケ、ごめんね。もっと早くお姉ちゃんを頼ればよかったわね。いや、俺のことはいいよ。でも本当にいいのか？おばちゃん、いや、恵美子姉ちゃんと母ちゃんって仲悪いんじゃ。それなのに頼ったりしたら、また面倒なことになったりしないのか？大丈夫よ。私とお姉ちゃんのいざこざなんて、今この瞬間の問題よりもずっと些細なことよ。もしもし、お姉ちゃん？そう、ごめんね、急に電話かけて。悪いんだけど、すぐ店に来れる？うん、わかってる。うん、あと5分ね。わかった。よう、話はついたかよ。ええ、あと5分で来るって。もう少し待ってちょうだいね。きっと、姉なら何とかしてくれると思うから。まあ、もしかしたら、あなたたちにとって不利になるかもしれないけど。俺たちに不利になる。何言ってんだよ。まさかそんなことあるわけねえだろ。警察でもヤクザでもねえ。ただのババアだ。そんな奴が俺たちに何ができるってんだよ。せいぜいできたとしても猫パンチか。俺らにそんなもんが通用すると思う方がおかしいだろ。まあ、到着するまでここで待っててやれよ。おいクソガキ、起き上がんじゃねえ。そこで伸びてろ。お前が動き出すとまた面倒なことしそうだから、そこでぼーっとくたばってりゃいいんだよ。母ちゃん、本当に大丈夫なのか？さっきから顔真っ青だし、本当に恵美子姉ちゃんが来ていいのか？俺が借金して、貯金を切り崩せば、なんとか今年の分くらいは。何言ってるの？あなたのお金は、生まれてくる子供のために貯金してきたものでしょ？それにお嫁さんのことだってあるし、もうあなたは自分だけの人生を生きてるわけじゃないんだから。大丈夫。お姉ちゃんだってもう歳なんだし、昔みたいに突然怒り出したりもしないはず。まあ、それがわからないから。結局これは賭けなんだけどね。とにかく時間を稼がないと。おい、ごちゃごちゃやってんじゃねえよ。クソガキとババアが何かしようとしたって無駄なんだよ。黙ってそこでおとなしくしてやがれ。ババアの姉ちゃんが到着するまではな。もし払えねえって言ったら、わかってるよな。何がわかってるよな、なの？あんたたち、うちの妹と甥っ子に何してくれてんだい。なあ、ようやくババアの姉ちゃんの到着か。待ちわびと、ず、なんで、恵美子ママがここに、なんだい、まんじゅうの中島と小林じゃないか。あんたたちこそ、ここで何を、もしかして、あんたたちかい、うちの家族をこんな目に合わせたのは。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。
ヘミコママって家族いたんですか？だって昔に私に家族なんていないよって。あんた、その話真に受けたのかい。純粋なんだか頭が弱いんだかわかんないね。そりゃ私に家族はいないよ。旦那も子供もいない。でも親も兄弟もいないなんて言った覚えはないよ。私だって人の子だからね。家族って呼べるような存在が昔はいたさ。ここ何十年も妹とはまともに連絡を取り合ってはいなかったけどね。そんなのずるいじゃないですか。俺たちはママのこと知らないのに、ママは俺たちのこと何でも知ってるだなんて。この店だって、ママの身内の店だって知ってたら来ませんでしたよ。待ちな。今私の身内の店だったらって言ったかい。ということは、他の店ならこういうことも平気でできると。ねえ、あんたたちの組長って、こういうことを許すような人間だったかね。それはほら、言葉のあやってやつだよ、ママ。ほら、ヤクザもさ、最近は食えなくなってきてるだろう。だから、ちょこっと、他のみんなに助けてもらおうかな、なんて。ああ、そうなの。コウスケ、コウスケ、起きな！いつまでそこで伸びてるつもりだい。あんたさっきからずっとその体勢だけど、もしかして私が来たから伸びてるふりしてるわけじゃないだろうね。違うよ。別におばっちゃ、エミコ姉ちゃんが怖くてこういうことしてるわけじゃねえ。そこの二人にクソガキは伸びてろって言われたからその通りにしてるだけ。そう。じゃあ聞くけどね。こいつらちょっと助けてもらうつもりって言ってるけど、本当かい？こんな悪人面してる二人が、まさか200円貸してなんて言いに来るわけないなと思ってね。母ちゃんが店を継いでからの25年間のみかじめ料の未払いを支払えって、それで払えない、金なんかないって言ったらボコボコにされた。俺が動くと面倒なことになるから床で伸びてろって言われたんだ。そうだったのかい。あんたたち、どういうつもり？ちなみに25年分のみかじめ料って、いくらだったの？2500万だって。すぐに払えないなら、毎年500万ずつを5年。それ以外にも毎年のみかじめ料も払えって言われた。そんな金額払えるわけないって言ったら、じゃあこの店がどうなってもいいのかって。はぁ？もしかしてあんたたち、よその店でもこんなことやってるのかい。今時みかじめ料は払いだなんて、時代錯誤もいいところだよ。これはもう、私だけでなんとかできる問題じゃないね。とにかく、あんたたちのとこの組長を呼ぶから。待ってください。組長を呼ぶのだけは勘弁してくださいよ。もしこんなことしてるってバレたら大事ですよ。そんなの私には知ったこっちゃないね。とにかくあんたたちがどれだけの店で同じことをしてきたのかわからないしね。おい、コウスケ。この二人が逃げ出さないように見張っときな。そこで伸びてる場合じゃないだろ。殴られたのだってどうせ大したことないんだろ。いつまでもぼーっとしてないで、立ち上がって戦う準備をしな。ママ、待ってよ。本当に組長呼ぶ気なの。組長が来たら、俺たち本当にボコボコにされるって。お願いだよ。今度店に若い衆連れてくからさ。ママの好きそうな顔のやつが入ったんだ。楽しみにしててよ。黙りな。私がそんなもんに騙されると思ったかい。そりゃ店の時はみんなのママだからニコニコするさ。でも今は完全なプライベートだよ。しかも家族を傷つけられた。もともと私は気が短いんだ。それで何度も妹と衝突して、今日まで距離を置き続けてきた。だがそれも今日で終わりだ。きっと妹は、京子は私が何とかしてくれるって信じてくれた。だから連絡を取りたくもなかった私に勇気を出して連絡してきてくれたんだ。その気持ちを裏切るわけにはいかないんだよ。今から電話するから、そこでおとなしくしてな。ママ、お願いな。
組長にだけはどうか連絡しないでくれ。いい加減にしな。ああ、もしもし。あんたんとこの組員が、うちの妹の店で暴れてて参ってるんだ。すぐに今から言うとこに来てちょうだい。何？ 5 分だけ待ってあげるよ。その間に来れないのなら、こいつらがどうなってもいいってこととみなすからね。すぐ来るってさ。前に一度、酒の飲み方が汚くて、うちの店に出入り禁止にしたことがあるからね。また今回も出入り禁止になるんじゃないかって焦ってそうだったよ。大変なことをしたね、あんたら。終わった。組長が来るなら、俺たちはもうできることはね。逃げ出したってどうせ組長のネットワークですぐに捕まる。どこに逃げても無駄だ。なあ、クソ。どうしたらいいんだよ。おい小林、なんか組長にいい言い訳ないか。なんとかこの場をやり過ごしてこの街を出よう。名前も顔も変えて別人になろう。ねえ、本当にそんなことできんのか。いやあ、それでも無理だろう。組長のネットワーク舐めてんのか。多分どこに逃げたって無駄だ。小さい組のくせに顔だけは広いからな。ちょっとあんたら、下っ端がいくらグダグダ言ったって無駄だよ。あんたたちがどうなるかなんてのは、全部組長が決めることだから。よーく自分たちがしたことを考えるんだよ。あんたたちの小さい脳みそで考えられるのか、見物だけどね。くそ、このまま、俺らが黙ってりゃ調子に乗り上がって。おい、中島、この際このババアもボコボコにして逃げるか。そっちの方が手っ取り早いだろ。それもそうだな。もっと早く思いつけばよかったぜ。おい、ババア、覚悟しろ。今からお前は、さっきのクソガキと同じようにボコボコにしてやるからな。いい加減にしねえか。この組の面汚しだが。ママに呼ばれたから何かと思って飛んできてみれば、またお前らか。一体お前らはいつまでそうやって組に迷惑をかけりゃ気が済むんだ。組長、おい小林、お前がさっさと作戦を思いつかないから組長が来ちまったじゃねえか。どうすんだよ。もう逃げられねえじゃねえかよ。そんなこと言われたって、お前だって思いつこうと思えばいつだって思いつけただろう。てめえの頭が弱いのを人のせいにしてんじゃねえよ。あの二人は本当におしゃべりが好きだね。ねえ組長、あんた一体どんな教育してるんだい？そういえば、昔うちの店で女の子にしつこくちょっかい出してたこともあったよね。下の門の不始末は上の門の不始末。この落とし前、一体どうやってつけるつもりなんだい？悪かった。これは完全に俺のミスだ。ママにも不快な思いをさせちまった。こいつらは俺の知り合いのよろず屋に預ける。ちょっと面倒な仕事を請け負ってくれるところだ。いくら暴れようが店長は頭おかしいからな。俺がいいって言うまでは絶対にこいつらを見張っててくれる。そうかい。それはよかった。京子、康介、あんたたちを痛めつけた奴らは、あんたたち以上にひどい目に遭うみたいだよ。それで満足かい？私は別に何でも、でも大切な息子をひどい目に遭わせたのは許せなかったからよかった。そこまで辛い目に遭えとも思ってなかったけど、少しでも苦しいことになってくれればそれで。あんたは、本当に昔から変わらないね。自分が傷ついても相手に同じ目に遭えなんて言わないんだ。そのせいで独り身になったのを忘れたのかい。お姉ちゃん、今それは関係ないでしょ。関係ないこともあるもんかね。あんたの元旦那、康介の父親はね、この男から金を借りてたんだよ。そしてそれが払えなくて行方をくらませた。組長と知り合ったのは、あんたの元旦那が飛んだ後、
組長をたどれば元旦那に慰謝料を請求できるって伝えたのに、あんたはそれをしなかった。それはもう関わりたくなかったし、康介さえいればよかったから。それが甘いって言ってるんだよ。まあいい、今さらそんなこと言っても仕方ないしね。こうして話すきっかけができたんだから、よしとしようか。さて、そこでぼーっとしてるアホ面二人組、組長の話は聞いてたかい？おめでとう。次の就職先は、すでに組長が用意してくれてるみたいだよ。金がなくて困ってたんだから、働き口が見つかってよかったじゃないか。ち、人ごとだからって適当なことを言いやがって。俺たちが、これからどんな目に遭うのか分かって言ってんのか。組長の言うよろずやって言ったらあそこしかねえんだ。もう二度と外は歩けねえかもしれねえってのに。そんなの私には関係のない話だね。私が気にしてるのは、この店の今日の分の売り上げのことだよ。あんたたちがうるさくドタバタと業務妨害をしてくれたおかげで、閑古鳥が鳴いてるじゃねえか。その責任は、誰がどうやって取ってくれるんだい？それこそ俺たちには関係ないね。そもそもこんな店、人なんか来やしねえだろ。あんた外観見たことあるか？ボロッボロで、どう考えても人が寄ってくるような店じゃねえんだよ。俺たちが来ようが来なかろうが、売り上げは変わらねえ。それとも何か、俺たちから金をむしり取ろうってか？おあいにくそば、金なんか一銭も持ち合わせてねえよ。奪おったって無駄無駄。ママ、俺がこいつらの代わりに売り上げ補填するよ。いや、この店のありったけを俺が買っていく。ちょうど二人分のお別れ会をやるところなんだ。焼肉でもしてパーッと送り出してやろうと思ってな。ああ、そりゃいい。京子、準備しな。組長がこの店の肉全部買い取ってくれるってよ。でも、そうすると、組長だけが割を食うことになるじゃないか。それに売り上げ不足で悩んでるのは、うちだけじゃないだろう。こいつらの口ぶりからすると、あっちこっちで同じような悪いことをしてきたみたいだしね。今時、みかじめ料だなんて、時代劇の中のお話じゃないんだからって感じだよね。そうだな。じゃあこいつらが迷惑をかけてきた店の売り上げと迷惑料も補填する。こいつらには、俺が支払った分を借金として加算する。下の門の不始末は、上である俺の不始末だからな。お前ら、二度とシャバを歩けねえっていう覚悟はできてるか？組長、勘弁してください。俺らが回収したみかじめ料の分を補填だなんて、今すぐ撤回しないと、組が大変なことになりますよ。うるせえ。お前ら自分たちがどんなことをしてきたのか理解してんのか。まずは俺の心配をするんじゃなくて、てめえの心配したらどうだ。ええか、借金返済するまでは二度とまともには生きられねえ。あいつのところに送るんだ。任務中にぽっくり行っちまうかもしれねえ。もしそうなったら、俺は出した金も回収できず、ただただ悔しい思いをするだけになる。そんなことが許されると思うか？でもこれは俺の使命なんだよ。やらなきゃいけねえ後始末なんだ。チンピラだったお前らを、一発のヤクザにしてやった俺に、お前らは仇を返したんだ。すみませんでした。考えが浅はかでした。二度とこんなことはしません。本当に、神にも組長にも誓います。二度と迷惑はかけません。今さら反省したって遅いんだよ。金がねえって騒ぐんならちょっと頭使えよ。悪いことばっかり考えてねえで、ママみたいにスナックを何店舗も持つとか、俺みたいに組長になるとかな。人生で楽なことなんて一つもねえんだよ。自分から辛いことを選んで突き進んでいくしかねえんだ。これからはそうやって生きていくようにします。もう遅えんだよ。お前らは道を間違えた。しかも長いことだ。
二度と取り返しはつかねえ。お前らに残されたのは修羅の道だけだ。この世に別れを言え。俺が引導を渡してやる。そんな、なんとかなりませんか。俺たちやり直したいんです。黙れ。ママの妹さん、それに兄ちゃん、悪かったな。うちの出来の悪い下っ端どもが迷惑をかけて、この店にかかった迷惑の分は返せねえかもしれねえが、売れるだけの肉を俺に売ってくれ。ほら、京子、組長が頭下げてるんだから、なんとかいいな。ありがとうございます。ちょっと包むの時間かかりますが、大丈夫ですか？ああ、構わないよ。俺はこいつらを連れて行くから、後で代わりのもんを使わせる。兄ちゃんも悪かったな。病院代いくらかかったのかママに言ってくれれば支払うからよ。いや、別に大したことないんで大丈夫ですよ。そうか。本当にすまなかった。ほら立て！行くぞお前ら！こうして、母ちゃんの店に乱入してきた迷惑なヤクザ二人は、組長に連れられ、よろず屋へと連行されていった。その後二人がどうなったのかは、恵美子姉ちゃんと組長だけが知っている。俺たちには教えてくれることはなかった。京子、どうして私に連絡してきたりなんかしたんだい？お姉ちゃんならきっと何とかしてくれるって思ってたから。そうかい。今まで何でも全部一人で背負い込んできたあんたが、私を頼るなんて驚きだよ。コウスケも、最後に会ったのは小学生だったね。あんた結婚は？してるよ。もうすぐ子供も生まれる。女の子なんだ。もうそんなに大きくなったんだね。京子、あんた一人でよく頑張ったよ。がむしゃらに生きてきただけだよ。それでも父さんたちの店を守ってくれてるじゃないか。ありがとうね。お姉ちゃんも助けてくれてありがとう。お姉ちゃんがいなかったら私たち、いいんだよ。何十年かぶりにちゃんと話せてよかったよ。これからは私もまめに連絡するから。それじゃあ今日はもう帰るよ。これから開店準備があるからね。落ち着いたら、みんなでご飯でも食べにおいで。恵美子姉ちゃんはさっそうと、かっこよく帰っていった。あれ以来、母ちゃんと恵美子姉ちゃんは、よく連絡を取り合うようになった。たった二人の血のつながった姉妹だ。俺は二人が楽しそうに笑っているのを見て、やっと家族に戻れた二人を見守ると心に決めた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は舞子。夜の店でキャストとして働いている。帰りは明け方近くなってしまうことが多く、最寄り駅にある24時間やっているラーメン屋を重宝していた。その日もいつも通り同じく夜勤明けであろう人たちと一緒にラーメンをすすっていたのだが、面倒なことに巻き込まれてしまった。なんだ？こんなおっさんしかいねえ店に。若え姉ちゃんがいるじゃねえか。おい、姉ちゃん。寂しいなら俺が一緒にラーメン食ってやろうか？しかもよく見たら結構派手な格好してんじゃねえか。もしかして水商売の女か？金持ってそうなのに、なんでこんな汚ねえ店にいるんだよ。別に。それは私の勝手でしょ。店の外観がどうであれ、味は美味しいんだから悪く言わないでくれる？見た目が派手とか、人に言えた話じゃなくない？あなたたちも相当派手な見た目してるけど。なんだ？お前今までの人生で目上の人間にはちゃんと敬語使えって習ってこなかったのか？それとも、頭悪すぎて自分が上か下かもわからねえのか？いきなりタメ口使ってくる人に対してこっちが敬語使う必要あるの？それとも何？私が水商売やってるからって見下してるってこと？
この時代にそんなこと考えてるの、信じらんないんだけど。自分だけが正しいと思ってるの？姉ちゃんよ、俺らのこと、なんだと思ってんだ？俺たちはヤクザだぞ。しかもさっきまで酒飲んでたから、ほぼ無敵状態なんだよ。そんな俺らとやり合おうってのか？少しは頭働かせた方がいいぞ。じゃないと、お前の人生、台無しになるからな。ご心配どうも。おかげさまで、お店ではいい対応してくれるキャストって有名だから、お金も発生しないのに。あんたたちみたいに上から目線の人たちに、優しくする必要はある？どう考えても、その必要はないよね。偉そうなこと言わないでくれる？もう少し自分に価値が出てきてから、お店に来てよ。待ってるから。誰がお前みたいな女のために、金使うと思ってんだよ。むしろ相手してやったんだから。俺らが金欲しいくれえだわ。ほら、さっさと有金全部出せよ。水商売やってんだから。財布の中、札束入ってんだろ？ああ、残念。私今、お金持ち合わせてないんだよね。あんたたちみたいなのに絡まれると面倒だから。全部口座に入れてあるんだよ。どう？現実的な女でしょ？ああ、そう。じゃあ、所持金がないなら、ATM まで行くぞ。ATM 行けば、金があるんだろ？だったら、俺らで後ろついて行ってやるから、金下ろしに行こうぜ。世の中便利なもんだよな。夜中だろうが、朝早くだろうが、コンビニに行けば、金が下ろせるんだからよ。はあ？何それ？っていうか、払うなんて一言も言ってないんだけど。自分だけ勝手に先走って結論付ける人間って嫌われるよね。ねえ、あんたたち友達いるの？この女本当に口が減らねえな。お前は黙って俺らの言うこと聞いてりゃいいんだよ。ごちゃごちゃ言ってねえで立て。そんなラーメンなんかいつだって食えんだろう。はあ？いつだって食えるなんてよく言えるね。今私の目の前にあるこのラーメンは、今この瞬間しか食べられないの。もしかしたら、明日突然交通事故に遭うかもしれないし、ぽっくり行っちゃうかもしれない。だから、この一杯を大切にしたいってのに、いつでも食えるって？なんでそんなにラーメンに本気なんだよ、きめえな。普通そんなことまで考えてる人間いねえよ。じゃあこうしよう。お前と今から金下ろしに行って、その後俺たちとホテルに行こうぜ。そしたらお前も、俺らも楽しめるじゃん。ラーメンのことなんか忘れりゃいいんだよ。一番ありえないんだけど、誰と誰がホテルに行くって？信じらんない。頭の中、金か女しかないわけ？悪いけど、私にも選ぶ権利あるから。それにどうせ金払うんなら、あんたたちみたいなおじさんじゃなくて、もっといい男探すわよ。おいおい、ひでえこと言ってくれんじゃねえか。おじさん傷ついちゃったよ。こりゃもう、金額上乗せして、払ってもらうしかねえな。なんせ名誉毀損だからよ。そうだな。お前のこと相手してやってる金と、慰謝料で200万でいいや。200万くらい気持ちよくポンと払えるだろ？はあ？ほんと信じらんない。なんで200万なんて大金、あんたらに渡す必要があるの？ねえ、マジで無理。視界に入って欲しくもないから、あっちに行ってくれない？人の気持ちも考えずに、自分勝手なことばっかり言う人。大嫌いなんだよね。もういいでしょ？私も飽きたし、もうあっち行ってくれない？だいたいあんたたち、ラーメン食べに来たんじゃないの？すいません。この人たちに、ラーメン一杯ずつお願いします。勝手なことしてんのはどっちだよ。俺たちはもう、お前のせいでラーメンなんか空気そがれてんだよ。いいから行くぞ。もうお前のわがままに付き合ってる暇はねえんだよ。待って待って、私が悪いことになってんの？
なんでよ、あんたたちに渡せる金はないって言ってるじゃん。ラーメン食べないなら、さっさと出て行きなよ。もう私に絡んでくるの、やめてさ。忙しいなら、さっさと行けば？こなくそんな、さっきから黙って聞いてりゃ、好き勝手言いやがって。こうなりゃお前が立つのなんて待ってられねえ。このまま引きずってでも、コンビニに連れて行く。やば。そんな強行手段に出ようとするんだ。めっちゃ怖いんだけど。そういうの、めんどくさいからやめた方がいいよ。そういう人って、男女問わず嫌われるから。うっせんだよ。黙ってついてこい。ほら、加藤。お前そっち持ってよ。わかった。わかった。行くから触るのやめてくんない？店でもお触り禁止なのに、なんでプライベートで触られないといけないのか、わかんないんだけど。とりあえず、送迎車が来るから3分待って。そしたらあんたたちの言う通りに、何でもするからさ。なんだよ、送迎車って。お前はどっかのお嬢様かなんかか？お嬢様？どうして水商売なんかしてるんですか？お家にお金があるんなら、そんな仕事しなくてもいいんですよね。俺たちが騙せると思ったら大間違いだ。あのな、大人を舐めちゃいけねえよ。嘘ついてるわけじゃないんだけどな。まあ、あと2分もすればわかるよ。私は嘘なんてついてないし、私がこんな人間なのも理解できると思う。偉そうなこと言ってて、軽トラとかで迎えに来たら笑うな。そしたら俺らは荷台にでも乗って、連れてってもらうか。そりゃ傑作だ。軽トラも田舎じゃ、高級車って呼ばれてるもんな。高級車なことには変わりねえからよ。俺たちも楽しみにしてるぜ。そうやって笑ってられるのも今のうちだよって言っても、浮かれてるあんたたちにはわかんないか。車の排気音が聞こえ、ちらりと外を覗くと、私を迎えに来た車が止まっていた。来たかな？どれどれ、お嬢様を迎えに来た車は何かな？おいおい、本気の高級車じゃねえか。は？しかもなんだあれ、見たことないクラスだぞ。冗談言うなって、水商売やってるような女の送迎車が、本気の高級車なわけねえだろ。マジモンのやつじゃねえか。だから言ったでしょ？笑ってられるのも今のうちだって。店の前まで私のこと迎えに来てくれるからさ。あんたたちも一緒に店の前で待とうよ。私の彼氏にも紹介しないと。この人たちにお金渡して、ホテルに行かないといけないからって。まさかそんなことを認めてくれるような彼氏なのか？そう、知らない。私の彼氏にそんな風に絡むような人間、見たことないし。いっつもムスッとしてるから、怒ってるのもあんまりわかんないんだよね。でも、大丈夫。痛いことはないと思うよ。知らないけど。知らないけどじゃねえんだよ。あんな続々と高級車が止まる光景なんか、見たことねえっての。もういいや。お前と遊んでやろうと思ったけど、気分じゃなくなった。おい、島田、帰るぞ。ちょっと待ちなさいよ。マイコ、迎えに来たぞ。ありがとう、アキト。ねえ、そういえば連れてってほしいところがあるんだよね。ちょっと急ぎで私の横にいる二人組、捕まえてもらっていい？話はその後にするから。冗談じゃねえ。なんでこんなガタイのいい人間がバックにいるって言わなかったんだよ。やべえやべえ。今すぐ逃げねえと、図体がでかいだけだから、逃げられるだろ？そう簡単に逃がすと思う？言って、何すんだこのクソ女。人に足かけて転ばすなんて、中学生かよ。クソ、ほら立て、島田。ただ、こけただけだろ？待って。お前ら今、舞子のことなんて言った？クソ女とか言わなかったか？それは、舞子が俺の女だって知ってて言ってるのか？それとも弾みで出てしまったのか？なんだこいつ、マジで表情が読めねえ。弾みだよ、
つい口からポロッと出ちまっただけだ。本気でクソ女だなんて思ってねえよ。なるほど、お前はポロッと出るような言葉で人を簡単に傷つけられるんだな。具体的には舞子のどこにクソ女の要素があるのか細かく説明してくれ。そうでないとお前らをここから返すことはできない。それにさっきの話も詳しく聞かせてもらおうか。ちょっと待ってくれ。俺はその女があんたの女だなんて一つも知らなかった。美人だなぁと思って声かけちまっただけなんだ。すまなかった。だから帰らせてくれねえか。ああ、あんたたちは美人だと思った女性に対してクソ女って表現を使うのか。そりゃ珍しい人種だな。あんたら女性にモテたことないだろ。は？いや、そういうわけじゃねえけど、とにかく俺らが悪かったってもう行かせてくれ。二度と関わることはねえから。いや待て、さっき舞子が言ってた金渡してホテルに行くってのはどういうことだ。あんたらのナンパの仕方で言うと、金巻き上げた後に関係を持つのか？ち、いちいちめんどくせえんだよ。もう二度と関わらねえって言ってんだから、どうでもいいだろ。いいからそこどいてくれ。もう俺たちは行くから。ああ、そうだな。店の中にいても迷惑になるだけだし、外に出るか。おい、お前ら。こいつら逃げらんねえように、押さえとけ。俺は舞子と後から行く。はあ？なんだよそれ、行かせてくれるんじゃねえのかよ。なあ、もう俺たちから話すようなことなんてなんもねえって。俺たちが悪かった、それだけの話だろ。もうこれ以上お前らに関わってる暇はねえんだよ。わかったわかった、お前らの言い分はそれな。とにかくしっかり話を聞かないことにはどうすることもできねえから、車の中で待ってろ。俺もすぐに行くから。アキト、ごめんね。面倒なことに巻き込んじゃって。気にしてないよ。とりあえず、何があったのか、あいつらの前で聞かせてくれるか？話したくないなら、話さなくてもいいが、あいつらヤクザだろ？そうなってくると、話は別だからな。うん、わかってるよ。ちゃんと話す。だから行こう。おじさん、ごちそうさまでした。また来ますね。さて、おっさんたち、店も出たことだし、ゆっくり話聞こうか。この後、舞子とホテルに行こうとしてたんなら、時間はたっぷりあるんだよな。もう空も明るくなってきてるし、酒臭から考えると、明け方まで飲み歩いてたんだろ？だから、何回でも言うけど、俺たちは話すことなんかねえから、こうやって車の前で正座させてたって、何か話すわけじゃねえぞ。隠してるとかじゃねえ。本当に話すことなんてねえんだ。そうか。じゃあそっちのおっさんは？俺に話しておかなきゃいけないこと、ねえか？話したくねえんなら話さなくてもいい。だが、俺たちはあんたらについて全力で調べるぞ。どこの生まれで、歳はいくつで、結婚してるのか、どこに所属してるのかもな。俺たち、戦時組のネットワークを舐めるんじゃねえぞ。は？戦時組って、この辺りで一番でかいヤクザじゃねえか。おいおい、なんでそんなところの人間がこんなところにいるんだよ。しかもあんたら、そこの女の送迎係で来てるんだろう？この女が何だってんだよ。おいお前、口の聞き方に気をつけろ。舞子は、組長の息子で若頭である。俺の婚約者だ。もちろん、親父も舞子のことを気に入ってる。さ、俺らの素性を理解してもらったところで、改めて聞こうか。お前らはさっきあの店で、どうして舞子に絡んだりなんかしたんだ？あの女が、信二とつながりがあっただなんて、俺はもう、運が悪かったとしか言いようがねえ。とにかく、土下座しろってんなら、今この場で這いつくばる。それに、靴を舐めろって言うんならそうする。だから命は、どうか命だけは助けてくれ。
それは話を聞いてから決める。お前らが話せねえってんなら、舞子から聞くだけだ。舞子、悪いが。何があったのか話してもらえるか？うん。まず私が、いつも通りラーメン食べてたら、いきなり声かけてきたんだよね。見た目が派手なら、水商売やってんだろって。だからそうだよって答えたら、金よこせって言い出した。ほら、私財布に現金入れてることってほとんどないじゃん？だから今持ち合わせてないって言ったら、ATM 行くぞって。あんたたちに渡す金はないって言ってたのに、しつこくてさ。断ってるのに、何回も連れて行こうとするから跳ねのけたら、じゃあお金渡したらホテル行こうって。そしたら金渡しても嫌なことばっかりじゃなくなるだろってさ。なるほどな。お前ら、今舞子が話したことで全てか？もしそうなんだとしたら、お前ら生きて帰れると思うなよ。少なくとも、腕や足の一本はなくなると思え。いやいや違う。その女が言ってんのは、ほとんど嘘だ。俺は本当は金なんかもらうつもりはなかった。ただ、可愛い姉ちゃんだなぁと思って、俺らと遊ばねえかなと思っただけで。だからそれはさっき話したよな。いい女に対してクソ女って言うのかよってよ。少なくともお前らは舞子に対して敵意があったってことだ。それは認めるか？違う。敵意なんかない。その女が俺らに敬語を使わなかったから、そういう風に表現しただけだ。なあ、悪かったって、あんたもヤクザなら上下関係がどれくらい大事なことかわかってんだろ？あんたも若頭なんだから、下っ端の奴らがタメ口聞いてきたら切れるんじゃねえのか？一つ訂正しておくが、舞子はヤクザじゃねえ。ヤクザなのは俺であって、舞子はまるで関係ない。それに敬語ってのは、読んで字のごとく、敬うべき相手に使う言葉だ。舞子はその辺のことはしっかりできてる。だからタメ口を使われたお前らには、敬語を使うような必要がなかったってことだ。もしかして、そんなこともわからずに切れてんのか？一回り以上も年下の舞子に対して、随分と大人げない切れ方してんだな。お前ら、どこの組の人間だ？くだらねえことで切れるような奴がいる組はどこなんだよ。なんでてめえにそんなこと言わなきゃいけねえんだよ。そう簡単に、個人情報を漏らしてたまるかってんだ。くそ、どいつもこいつも、俺らのこと舐め腐りやがって。女が女なら、その彼氏も相当だな。若頭かなんか知らねえが、そんなに偉えのかよ。こっちこそ組長に報告して、勝ち込みしてやっからな。うちの竹林組長が、お前らなんかひとひねりだ。竹林？江藤組だな。おい、加藤、何組長の名前漏らしてんだよ。そういうところだけでも、お前らが下っ端ってのがよくわかるな。どうせ組に対して、大した功績をあげられることもなく、ただ歳だけ食っちまったんだろう。かわいそうにな。もう少し頭が使える人間だったら、もしかしたら違う人生になってたかもしれねえのに。え、偉そうなこと言ってんじゃねえよ。お前に俺らの何がわかるってんだよ。組の名前がわかったからって、なんだ。まさかお前に何かできるわけねえだろ。ただの若頭のくせによ。なあ、さっき俺が組長の息子だって話したの、もう忘れたのか？あと舞子が、親父のお気に入りだってこともな。こんな簡単に話を忘れちまうから、黙っとかなきゃいけないことまでポロッと話しちまうんだよ。とはいえ、俺自身が江藤組に何かできるわけじゃねえからな。おい。親父呼んでくれ。舞子のこともさらっと話してくれ。そしたら来るはずだから。おいおい、待て待て。何も組長まで呼ぶことねえだろ。ただの血は喧嘩じゃねえか。俺たちだけで喧嘩できることだろ。頼む。組と組の問題になったら、俺たち破門になっちまう。俺には関係ねえ話だな。確かにお前らが本当に、ただ舞子に絡んだだけなら、
可愛さを自慢して終わりなんだけどな。金を巻き上げようとしたり、無理やりホテルに引っ張っていこうとしたことは許せねえ。俺がここで見せしめにしてやってもいいんだが、それだとどうも納得がいかねえからな。お前たちにはしっかりと処分を受けてもらう。それがうちの組なのか、お前らの組の処分なのかは話し合う必要がある。マジかよ。なんであんな女なんかに絡んじまったんだ。別に大していい女でもねえってのに。あんな女のせいで俺たちの人生はめちゃくちゃだ。おい、島田、お前のせいでもあるんだからな。俺だけが地獄に落ちるなんて、そんなの絶対認めねえ。落ちるんなら、お前も一緒だ。なんで俺まで巻き込まれなきゃいけねえんだよ。そもそもあの女に声かけたのはお前だろ。だったら処分を受けるのはお前だけで十分だろ。ことの発端は全部お前なんだからよ。金のことだって最初に言い出したのはお前だろ。俺は嫌だ。お前のせいで俺の人生までめちゃくちゃにするな。くだらねえ責任のなすりつけ合いはやめろよ。俺からすればどっちもどっちなんだ。どっちがどれくらい悪いかなんてこの際関係ねえ。仮にどっちかが悪かったとしても、もう一方は止められたはず。それをしなかったんだから、しっかり二人ともが悪いに決まってんだろう。それにな、この業界には連帯責任って便利で息苦しい言葉がまかり通るんだ。つまりお前らはどっちが悪いとしても連帯責任で二人とも仲良く地獄行きだ。おお、アキト、どうしたんだ。急に呼び出したりなんてして。舞子のことで話があるって聞いたから飛んできたけどよ。車の前で正座しとるこいつらはなんだ。まさかこいつら俺らの舞子に手を出したってわけじゃねえだろうな。ああ、親父か。その通りだよ。こいつら舞子に絡んで金巻き上げようとした上にホテルに連れ込もうとしたんだ。ついでにクソ女とも言ってた。店の中で、他の客の前でだぞ。ああ、なんだそりゃ。舞子ほどのいい女はいねえってのに、何考えてやがるんだてめえら。舞子が俺たちの女神だって知ってて声かけたってわけじゃねえだろうな。だとしたら相当命知らずだ。そのなりを見るに、てめえらもヤクザか。どこの組のもんだ。組だ。俺も同じ質問したら言うわけねえって答えたくせに、ポロッと組長の名前出してたからな。多分こいつら普通に頭が弱い。だからきっと舞子に絡んでいったのも考えなしだとは思う。だが俺は許せない。その上拒否してる舞子の腕を掴んで無理やり連れ出そうとしたらしい。舞子の腕を？てめえら、舞子を掴んだ方の腕出せ。今ここで俺がへし折ってやる。いや、腕を折るだけじゃ足らねえ。舞子の腕を握りしめたその指も一本一本確実にボキボキにしてやる。ちょ、そんなことしたら警察が黙ってませんよ。っていうか、うちの組長だって。そんなの関係ねえな。むしろ竹林のしつけがなってねえからこんなことになってんだ。その責任はちゃんと上のもんである。あいつに取らせねえといけねえからな。あいつ、今うちの組長のことあいつって言いましたか？ああ、言ったよ。あんな奴に三だの何だのつけるのはバカらしいからな。あいつは俺の高校の後輩だ。あいつは昔から俺には勝てなくてよ、いつも悔しそうな顔してたな。同じヤクザの家系の生まれなのに、どうしてこんなに力の差があるんだって言ってたよ。そんなのずるい。俺らはどうしてこんなにも運が悪いんだ。ただ女と遊ぼうと思っただけなのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。そりゃあお前、諦めが悪かったからだろう。多分舞子は最初からお前らのことを拒否してたはずだ。それなのにお前らが相当しつこくしたんだろう。だからアキトが迎えに来る時間までかかっちまった。
さっさと諦めてれば、アキトに遭遇することもない。マイコに名前を知られることもないし、俺らに組がバレることもなかった。運が悪かったんじゃない。お前らが選ぶべきして、こうなってんだよ。ふざけんなよ。このままやられる俺らじゃねえからな。伊達に何十年とヤグザやってねえんだ。お前らがどんな人間だろうと、ビビったりなんかしねえからな。残念でした。あんたたち、本当にこの二人がどんな人間か知らないんだね。組長は、大昔柔道で全国大会に出てるし、アキトは空手でインターハイに出てるんだよ。私は何もやってないけど、合気道は習ってたから、あんたたちなんて本当はちょろいんだよ。かわいそうだから何もしないであげただけ。今だっていつでも組長たちはあんたたちなんかひとひねりなの。それでも一応別の組の人間だからって手を出さないでいてくれるだけ。柔道に空手と合気道だと？お前らそんなにすげえのかよ。そうだ、舞子の言う通り、俺らはお前らに手を出さないでいてやってるだけ。その情けも知らずにビビったりなんかしねえだと、今まで何人もそう言ってる奴らをぶちのめしてきたな。さすがマイコ、俺たちのことよくわかってるじゃねえか。俺が見込んだ女ってだけあるな。そうだな、親父がマイコを紹介してくれてよかったよ。こんな男たちでも声をかけられるくらいの美人だからな。それに喧嘩も強い。本当ならお前らなんか腕掴まれた時点で吹っ飛ばされててもおかしくなかったんだぞ。それなのに舞子は会話で何とかしてくれようとした。その優しさも知らずに調子に乗ってたんだ。何されても文句は言えるわけねえよな。黙ってんじゃねえよ。さっきまでの伊勢はどこに行った？それにな、お前は俺たちや舞子だけじゃねえ。ラーメン屋にも迷惑かけてんだよ。そんなこともわからずに。ピーピー騒ぐのは、てめえの保身のことだけ。ヤクザとしても男としても、そして人間としても最低ってことに気づいた方がいいぞ。とにかく、お前らの身柄は俺が預かる。竹林のところに連れて行って、お前らの処分について決める。嫌だって言ったって、無駄なんだろ？よくわかってるじゃねえか。お前らに拒否権はね。じゃあな、マイコ、アキト、こいつらのことは任せてくれ。そう言いながら組長は、二人の首根っこを掴んで引っ張っていった。その後、江藤組の組長と話し合い、私への謝罪金を支払い、破門にしたという。今どこで何をしているのかは、誰も知らない。店長さん、あの日迷惑かけてすみませんでした。いやいや、いいよ。俺こそ助けてあげられなくてごめんね。それこそ気にしないでください。これ、あの日の迷惑料です。え、いいよいいよそんなの。それよりまたいつでも店に来てよ。うちのラーメン食べれるのが幸せって言ってくれて嬉しかった。それでいいんですか？ここのラーメン大好きなんです。今度知り合いいっぱい連れてきますね。次の日からアキトと話し合い、組の人間を連れてラーメン屋によく顔を出すようになった。店長さんも忙しくなったようで、最近はバイトの人数も増え大盛況である。ここのラーメン屋も舞子が広めてくれたから、組の連中みんな好きになったよ。だってここのラーメン美味しいもん。私が広めなくても、いつかは大繁盛だったはずだよ。どうだろうな。それにしても、俺たちも年取ったな。結婚して子供も生まれて。その子供も4歳だもんね。家族みんなでこの店に来れて、本当に嬉しいよ。これからもずっと一緒に来ようね。私とアキトは、間に子供を挟んで、笑い合っていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は猿若雄二、35歳の既婚。
義父母は定食屋を営んでいる。ある日のこと、俺の元にお母さんから連絡があった。そしてまさかの話を聞くことになる。急にうちの定食屋にヤクザがやってきて、みかじめ料を要求してきたの。お母さんの話によれば、突然やってきたヤクザはみかじめ料を要求し、お父さんがそれに抵抗しているらしい。ああ、私心配で、主人を助けてください。妻はちょうど出かけていて家にはいない。そこで俺はある人物に一本電話をかけ、定食屋に向かうことにした。店に到着し、入り口の扉を開けるとヤクザと思われる男が3人、それに向かい合うお父さん、そして心配そうに見守るお母さんの姿が見えた。だからここらは俺らの島だって言ってんじゃねえか。商売するんだったらみかじめ料払うのが当然なんだよ。それはあんたらのルールだろ。俺たちには関係ない。絶対に金なんて払わないからな。ヤクザに堂々と自らの正当性を主張するお父さん。そんなお父さんは俺の顔を見ると驚いた表情を見せた。ユージ君、なぜここに？あ、お母さんから連絡をもらいまして。ごめんなさい。私怖くてユージ君に連絡しちゃったの。まったく、気持ちはわかるが、こんなことにユージ君は巻き込むなよ。そうよね。ごめんなさい。謝ってくるお母さんに、いえ、と短く返事をした。と、そこで。なんだこいつ。ヤクザがそんなことを言ってきた。俺は、義理の息子です。あ、そう。じゃあ、あんたからも、このおっさんに、みかじめ料を払えってさ。あんたもよくわかってるだろ。俺たちヤクザに逆らったらどうなるかってことくらいは。みかじめ料を払えば平和に生きていけるんだ。賢い選択しろよって言ってやってくれよ。するとヤクザは俺に近づき、肩にポンと手を置いた。そして、なんならあんたが払ってくれてもいいんだぜ。脅すような口調でそう言った。すると、おい、やめろ。ここは俺の店だ。ユージ君は関係ないだろう。お父さんがそう言ってヤクザを制した。あ？だったらあんたが払ってくれんのか？どうなんだ？払わないとさっきから言ってるだろ。なぜみかじめ料なんてもの支払わなければならないんだよ。一般人から金を取るなんて卑怯なことばっかりしやがって。だから俺はヤクザが大嫌いなんだよ。実はお父さんはヤクザを毛嫌いしている。お父さんが昔、今とは違う店をやっていた時にもヤクザに目をつけられたことがあったらしい。その時ヤクザに嫌がらせをされたことで店に客が寄りつかなくなり、店を閉店せざるを得なくなってしまった。それ以来ヤクザがテレビの中に出てくるだけでも嫌な顔をするほど、ヤクザのことが大嫌いになったのだ。俺は絶対に金を払わない。それが分かったらとっとと帰れ。商売の邪魔だ。そんなお父さんの言葉に、ヤクザたちは明らかに苛立った表情を見せた。てめえ、いい加減にしろよ。いい加減にするのはそっちの方だろ。ヤクザ舐めてんじゃねえよ。店ごとぶっ潰してやろうか。そんなことしたら、みかじめ料が取れなくなるが、それでいいのか？その言葉に、ヤクザが切れた。ふざけんな。そう言いながら、テーブルの上に乗った調味料を払い落とす。ガシャーンと派手な音が響いた。ヤクザに立てついたらどうなるのか分かってんのか。お前ら無事じゃ済まねえぞ。そんな脅しには屈しない。それに、こっちは警察を呼んでもいいんだぞ。じゃあ呼んでみろよ。俺たちが捕まっても、うちの組の連中がお前たちに必ず報復するからな。その時はお前も、この店も、お前の家族も、全員無事じゃ済まねえと思え。その言葉を聞くと、
少しお父さんの表情がこわばった。家族は関係ないだろ。家族が関係ない？お前誰を相手にしてると思ってんだ。こっちはヤクザだぞ。無関係の相手だろうがなんだろうが、お前を苦しめるためなら何でもやる。それがヤクザだ。卑怯にも程があるだろ。俺たちに反抗するお前が悪いんだよ。俺たち谷町組に逆らう連中はいねえ。それがなぜだかわかるか？こうなることを全員知ってるからだよ。だから賢い連中はどれだけ理不尽でも俺たちの言うことを聞く。お前も無事でいたいんだったら俺たちの言うことを聞くんだな。するとお父さんは神妙な面持ちで口を閉じた。そして口を開く。お前らの言う通りにはならない。それでもお父さんは考えを変えなかったのだ。すると、あ、そう。ヤクザが軽い口調でそんなことを言う。そして、お前らやれ、そう叫んだ。すると、待っていましたと言わんばかりに他の二人のヤクザが店内を破壊し始めた。椅子を叩き割り、テーブルを蹴り倒し、窓ガラスを叩き割る。キャー、やめろやめろ。お父さんたちのそんな言葉に耳を貸すこともなく、ヤクザたちは散々店の中で暴れ回った。もうやめてくれ。お父さんはつぶやくようにそう言うと、その場で膝から崩れ落ちた。まるでヤクザに土下座するような格好になる。おい、もういいぞ。その言葉でヤクザたちはピタリと動きを止めた。だから言っただろう。俺たちの言うことを聞いておいた方がいいってな。ヤクザは笑いながらそんなことを言う。この店は大事な店なんだ。だからもうやめてくれ。お父さんの声は震えていた。そんな大事な店だったらしっかり守れよ。俺が金で解決してやろうとしてんのに、誰かさんが頑固だからこんなことになっちまった。なあ、誰のせいだろうな。私です。おう、分かってきたじゃねえか。じゃあなんか金も払う気になったか。はい、それはよかった。だがその前に、お前は俺たちに舐めた口聞いたんだ。しっかりそのけじめをつけなきゃな。そう言うと、ヤクザはお父さんの前に自分の足を差し出す。そして、俺の靴を舐めろ。そしたら許してやるよ。そう笑いながら言ったのだ。お父さんはぐっと歯を食いしばる。悔しいのだろう。そして、それをニヤニヤしながら見つめるヤクザたち。お父さんはヤクザの靴にゆっくり顔を近づけた。だがそこで、やめてください、お父さん。俺はそんなことを言った。驚いた表情で全員が俺を見る。はあ？てめえ何止めてんだよ。勝手なことしてんじゃねえよ。そう言われ、俺はヤクザを睨みつける。もう我慢の限界だったのだ。お前、俺に逆らったらどうなるか分かってんのか？それはこっちのセリフだ。はあ？そして俺はずっと秘密にしていたことを口にする。お前らこそ俺に逆らったらどうなるのか分かってんのか？俺は猿若組の組長だぞ。俺はそう叫んだのだ。俺の言葉にシーンと静まり返る店内。最初に口を開いたのはお父さんだった。ユージ君、一体何を言ってるんだ？お母さんも口を開く。そうよ。どういう意味なの？お父さん、お母さん、今まで隠していてすいません。実は、俺の父親は猿若組の組長だった。そして俺もヤクザになったのだが、ある日、父が病気でヤクザを引退することに。
そして俺が猿若組の組長を引き継ぐことになったのだ。そんな時期に今の妻と出会い結婚することになったのだが、妻からお父さんが大のヤクザ嫌いだという話を聞くことになる。もしも俺がヤクザだと知られれば、絶対に結婚には賛成してもらえない。そう考えた俺たちはヤクザであることを隠したまま結婚することにしたのだ。そして今日もできればヤクザであることは明かさないでおきたかった。だが谷町組のヤクザたちの傍若無人な振る舞いを見ていたら、どうしても我慢することができなかった。だから俺はようやく自分の素性を明かしたのだ。猿若組だと。ヤクザはつぶやくようにそんなことを言った。ああ。猿若組って言ったら、俺たち谷町組よりも巨大なヤクザ組織じゃねえか。なあ、そうだな。へえ、お前が猿若組の組長ね。すると、お前、何言ってんだ？ヤクザたちはそう言って笑い出した。俺が言っていることが信じられないのだろう。なんだ？自分がヤクザだって言えば、この場をなんとか収められるとでも思ったのか？浅はかなんだよ。そんなのが嘘だってわかんねえわけがねえだろうが、騙されるとでも思ったのかよ。なめんな。信じられないのか？当たり前だろ。じゃあ、これでもか？は？おい、入ってきていいぞ。俺が大声でそう叫ぶと、店内に5人のこわもての男たちが入ってきた。すると、組長！そう言ったのは5人のうちの1人、若頭の増田。実は彼らは全員猿若組のヤクザだ。大丈夫ですか？お怪我はありませんか？なあ、大丈夫。心配しましたよ。店内から大きな物音が聞こえて、窓ガラスが割れた時はもう中に入ろうかと思ったんですけど、組長の命令に逆らうわけにもいかなくて、かなりやきもきしました。実は俺はお母さんから連絡をもらい、ここに来るまでの間に増田たちに連絡を取っていた。相手がヤクザだということは分かっていたため、もしもの時のために増田たちを呼び寄せ、外で待機させていたのだ。できるだけ自分の素性をばらしたくなかったため、合図があるまで絶対に入ってくるなと命令していたのだが、増田たちからすればヒヤヒヤだっただろうと。そこで、お前らか？うちの組長とそのご家族に手を挙げた連中は。増田がヤクザたちにそう凄む。まさか本当に猿若組なのか？当たり前だろうが、うちの組長が嘘つくわけねえだろ。舐めてんのか？その言葉でヤクザたちは急に焦り出す。谷町組よりも猿若組は圧倒的に規模の大きな組だ。同じヤクザでも全く格が違う。そして当然ヤクザの世界では大きな組のヤクザには逆らえない。そんな。おい、さっきまでの威勢はどうした？店の外まで聞こえてたぞ。しかも散々暴れ回りやがってよ。ほら、さっきみたいにもっと元気出せよ。てめえもヤクザの端くれだろ。なあ。どんどんヤクザたちを追い込んでいく増田。すると、すいませんでした。ヤクザたちはそう言ってその場で土下座した。まさか猿若組の組長さんとそのご家族だったとは知らず、失礼なことをしてしまい申し訳ございませんでした。てめえ、謝ったくらいで許されるとでも思ってんのか？すいません、本当に知らなくて。そんなの関係ねえんだよ。言い訳してんじゃねえ。そんな増田の怒声に男たちはビクッと反応し頭を下げた。で、組長、どうしますか、こいつら。そうだな。俺はそう言い、土下座する男たちに近づいた。お前ら谷町組はいつもこんなことやってんのか？
今時みかじめ料取るなんてヤクザなかなかいねえぞ。そうですね、最近うちの組は稼ぎが悪いんで、こんなことでもやらないと生き残っていけなくて。いろんな店からみかじめ料といって金を取ってるってことだな。はい。最低のヤクザだな。そもそもヤクザが一般人から金を取るなんてご法度だ。お前らの組には仁義ってもんがねえのかなあ。すいません。しかも店をこんなに荒らしやがって。そう言い俺は店を見渡す。あらゆるものが破壊されとても営業できる状態ではない。なんなんだお前ら、お前らはそんなに偉いのか。人が一生懸命やった努力を簡単に踏みにじれるほどお前はすごいのか。答えろ。どうしても金が欲しくて仕方なく。仕方なくだと。ずいぶん楽しそうにやってるように見えたけどな、結局お前こういうことするのが楽しくて仕方ねえんだろ。自分がヤクザだって言えば相手はビビってへり下ってくる。それが面白くて仕方ねえんだろうな。そんなことは。嘘つけ。だったらなんでお父さんに靴を舐めさせようとした。そうすることが楽しくて仕方ねえからだろうが。お前みたいなヤクザは最低のヤクザだ。ヤクザの品を落としてる。この世から消えるべきだ。そして俺は男に顔を近づけ言った。なんなら俺たち猿若組がお前らを組ごとぶっ潰してやろうか。その言葉を聞くと男の顔が真っ青になった。そんなお願いします、許してください。ここまでされて許せるわけがねえだろう。そこをなんとか。お店の修繕費用はもちろんこちらで出させていただきます。片付けも俺たちがやります。だから許してください。男たちはそう言って謝罪してきたが、肝心なことが抜けている。みかじめ料は？はい。みかじめ料は今後も取るのか？いえ、もちろんこの店からいただくことはありません。この店だけの話じゃねえよ。お前らが取ってる全ての店からのみかじめ料だ。それを今後も続けていくのかって聞いてんだ。それは。そうつぶやいたっきり男は黙ってしまった。一般人に迷惑をかけてお前らダサいと思わねえのか。自分が恥ずかしくねえのか。しかしこればっかりは俺の一存では決められないことで。そうか、わかった。じゃあ今から組長に電話しろ。俺がそう言うと男は驚いた表情で俺を見た。うちの組長にですか？そうだ、さっさとしろ。わかりました。すると男はスマホを取り出し電話をかけた。そして事情を説明すると俺に電話を渡してくる。猿若組長、今回はうちの組員がとんでもないご迷惑をかけたそうで大変申し訳ございません。谷町組の組長は開口一番そう謝罪してきた。猿若組と揉めるわけにはいかないから低姿勢を貫くことを決めたのだろう。どうも谷町組長、全部聞いたよ。あんたの組は今時珍しいみかじめ料を取って生活してるってね。ずいぶん古典的なダサいやり方してるじゃねえか。なあ、そうは思わねえか。お恥ずかしい限りで。腹は立っているはずだ。だがそれを言葉には出さないようにしているのだろう。恥ずかしい？そうかそうか、それはよかった。恥ずかしいって感情があるなら話は早い。いいか、もう二度と一般人からみかじめ料を取るなんてしのぎはするな。今のこの瞬間からやめろ。低姿勢だった谷町組長、しかしその言葉を聞いて態度が変わった。猿若組長、そいつはルール違反じゃないですかね。低い声でそんなことを言ってくる。敬語だが威圧感のある声だ。ルール違反？ええ、そうです。
ヤクザが他の組のしのぎに口を出すなんてのはルール違反でしょう。何を言ってるんだ。そもそもみかじめ料を一般人から取るなんてことがルール違反だろう。みかじめ料なんてのはヤクザの中でも下道なヤクザがやることだ。猿若組長は自分は正義のヤクザとでも思ってらっしゃるんですか。ヤクザってだけで我々はみんな下道でしょう。結局は同じ穴のムジナってことですよ。実際猿若組も人には言えないことを何度もやってきたんじゃないですか。その言葉に反論はできなかった。今回うちの組員が猿若組長のご家族に迷惑をかけたことはしっかり謝罪させていただきます。店の修繕費はもちろん見舞い金も出させていただきますよ。ですがうちのしのぎに口を出されるいわれはありません。正直こういう話になるとは思っていた。確かに他の組のしのぎに口を出すなどルール違反だ。だからこそここはヤクザらしく行くしかない。そうか、わかった。じゃあこうしよう。猿若組総出で今から谷町組に勝ち込みに行く。谷町組長は一瞬黙った。今なんと。勝ち込みに行くって言ったんだ。谷町組を完全に潰すんだよ。正気ですか。正気だよ。あんたがしのぎに口を出すのはルール違反だって言うからヤクザのルールでやることにしたんだよ。俺たちの世界じゃ組同士は敵同士だ。組同士の潰し合いなんて日常茶飯事。他の組に口を出すのはルール違反だが手を出すのはルール通り。ヤクザらしく潰し合おうぜ。あんた本気か。本気だよ。試してみるか。すると長い沈黙が流れた。そして、わかりました、猿若組長の言う通りにさせていただきます。谷町組長はみかじめ料を取ることをやめると約束した。そうか、物分かりが良くて助かるよ。もちろん谷町組が本当にみかじめ料を取っていないかうちの組員に見張らせるけどな。舐めないでくださいよ。これでも極道の人間、約束は守ります。本当にそうだと助かるよ。俺は電話を切った。そして目の前の男たちに向かって口を開く。お前ら、これでみかじめ料を取るなんていうせこいことをしないと約束できるな。もちろん俺たちは組長の指示に従うだけですから。そりゃそうだな。さて、あとはお前らの処分だが。その言葉を聞き男たちは驚きの表情を浮かべた。え、処分？当たり前だ。もしかしてお前ら今ので終わりだとでも思ったのか。そんなわけねえだろ。ヤクザの家族に手を出しといて。愕然とする男たち。すると、お願いします。許してください。何でもしますから。男たちはそう言って再度頭を下げてきた。許してくださいって言われてもな。お前らはこの店を荒らした挙句お父さんに靴まで舐めさせようとした。そんな奴らを簡単に許すほど俺は優しくないんだよ。じゃあ俺が靴を舐めるというのは。ふざけんな。てめえにそんなことされたら靴が汚れるだけだろうが。すいません。とそこで増田が男に近づきニヤニヤしながら口を開いた。ちなみにだが、今までの奴らで言うとマグロ漁船で2年間働かせたり海外の炭鉱で働かせたりしたこともあったな。海外、そんな長期的にしんどいことは無理です。いつ日本に戻ってこれるかわからないじゃないですか。じゃあ動けなくなるまでボッコボコにするっていう方が好みか。それも嫌です。命が危ないですし。じゃあ。そう言って増田は小指をピンと立てて男に見せる。ヤクザらしくけじめつけるか。そ
それも無理です。勘弁してください。お前何なんだ、全部無理じゃねえか。だって嫌なことばっかりじゃないですか。嫌なことしようとしてんだから当たり前だろ。それはそうなんですけど。まあ安心しろ。俺がそう言うと男はと意外そうな声を上げた。今のはただの脅しだ。そもそも今回に関しては迷惑をかけられたのは俺じゃない。お前らをどうするのかを決めるのは一番被害を受けた人だ。俺のその言葉を聞いたヤクザたちはすぐにその意味を理解した。そしてお父さんに向き直る。本当にこの度は申し訳ございませんでした。壊したものは全て弁償させていただきますので許してください。男たちは土下座してお父さんに謝罪した。すると、ユージ君。はい。君は本当にヤクザだったんだな。そんなことを言われてしまう。ズキンと胸が痛んだ。まあその件に関しては後で話そう。それよりもまずはあんたたちだ。そう言い、お父さんは男たちを見た。なあ、あんたらにわかるか？一生懸命努力して苦労してようやく完成させたものを力で奪われる気持ちがよ。他人の努力の結晶を我が物顔で奪って潰していくような人間は人間じゃねえよ、悪魔だ。そんな理不尽はな、この世にあっちゃいけねえんだ。そんなことする人間もこの世にいちゃいけねえ。だからあんたたちにはぜひとも苦しみながらこの世から消えてほしいもんだ。その言葉を聞き男たちは涙目になった。もう助からないと思ったのかもしれない。だがな、俺はあんたたちとは違う。もしも俺がユージ君にお願いすればそういうこともできるかもしれねえが、俺はやらない。あんたたちと同じ人間になりたくねえからだ。だからあんたたちのことは見逃してやるよ。だが二度とこんなことはやるな。誰かの幸せをお前らのわがままで簡単に奪ってんじゃねえ。分かったか？はい、すいませんでした。そう言い男たちは頭を下げた。お母さんは大丈夫ですか？俺のその言葉にお母さんはうーんとうなり声を上げる。私もかなり怖い思いをしたからね。それに店をこんなに荒らされて片付けするだけでも大変よ。それに関してはもちろん俺たちも手伝わせていただきます。でもね、驚いた拍子に腰を痛めてしまったから荷物なんかも運べるかどうか。荷物も運ばせていただきます。腰が治るまで雑用としてこの店で働きますので。そう？でもね、家の掃除するのも大変だし。家事もすべてやらせていただきます。お前ヤクザたちを雑用に使おうとしてないか？バレた？そう言いニコッと笑うお母さん。意外とずぶとい人だ。冗談よ。私もお父さんがそれでいいって言うなら何も問題ない。まあ二度とこんなことはやらないでってだけかな。ありがとうございます。二度とこんなことはしません。お父さんとお母さんに許してもらえたことでほっと胸をなで下ろすヤクザたち。助かったと思っているのだろう。しかしそれは大きな勘違いだ。だから俺はそれを男たちに教えてあげることにした。お前ら何も分かってねえな。え？助かったと思って安心してるだろう。まあこの世界そんなに甘くはないだろう。でもお二人が許してくれれば何もしないって言ったよ。そしてその言葉は嘘じゃない。俺たち猿若組はお前たちに何もしないよ。だったらもう終わりじゃないんですか？もう少し頭使って考えてみろ。
お前らはこの店で暴れ回るだけ暴れ回ったのに、みかじめ料を取れなかった。さらに、猿若組を敵に回すようなことをして、谷町組を危険に追い込み、さらに今後、谷町組はみかじめ料を取れなくなった。つまり、大事なしのぎを一つ失ったわけだ。その責任は誰にあると思う？当然お前らだ。そしてお前らの組長は、そんなことをしたお前たちを絶対に許さない。だから組に帰ったら、きついきつい制裁が待ってるだろうな。ボコボコにされるだけで済めばいいが、果たして無事に生きていられるかどうか。待ってください。なんとかしてくださいよ。なんで俺がなんとかしなきゃいけねえんだよ。お前らの組のことだ。俺たちには関係ねえ。恨むんなら、谷町組に入った自分自身を恨むんだな。そんな。すると、男からヘナヘナと全身の力が抜ける。そして絶望の表情を浮かべ、涙を流し始めた。こうなるのは仕方がない。自業自得なのだから。これでようやく、みかじめ料を要求してきたヤクザたちとは決着がついた。だが、まだ肝心な問題が一つ残っている。じゃあ、あんたらは店の片付けでもしといてくれ。ユージ君、あっちで話をしよう。俺はそう言われ、お父さんと別の部屋に移動した。二人きりになると、俺の方から切り出す。お父さん、今まで嘘をついていて、本当にすいませんでした。俺はそう言い土下座した。すると、な！鬼の形相を浮かべたお父さんは、俺の顔面に拳を振り下ろした。そして、今のは、俺に隠し事をしていた分だ。そう言った。しかし今度は、そしてこれは、助けてくれた分。そう言うと、お父さんはその場で正座し、頭を下げる。本当にありがとう。ユージ君のおかげで、店が救われた。お父さんは、お礼を言ってきたのだ。でも、僕は嘘をついていたのに。その分は、さっきのでチャラだ。もういい。お父さん。そして俺も正座し、お父さんに頭を下げる。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしく頼むよ。俺たちのことも、娘のこともね。はい。そうして俺は、なんとか嘘をついていたことを許してもらえた。これからも俺は、素敵なお父さんとお母さん、そして愛する妻たちと幸せに暮らしていくだろう。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は生田正史、35歳の既婚者。それは突然のことだった。その日、俺が家にいるとき、妻の父親であるお父さんから電話があったのだ。そこでまさかの事実を知らされる。妻が騙されて300万の羽毛布団を買わされてしまったんだ。なんと義母が悪質な訪問販売業者に騙されてしまったのだという。すぐに向かいます。妻は出かけていたこともあり、俺はそう言って一人で義父母の家に向かった。そして到着すると、まさしくん、ごめんなさい。私がもっと確認しておけば。ごめんなさい。俺の顔を見たお母さんは、そう言って泣き崩れた。お母さんは悪くないし、謝る必要なんてないのに。とりあえず、何があったのか教えてください。俺がそう言うと、お母さんはゆっくりと話を始めた。ある日、お母さんが一人で家にいた時のこと。田中と名乗るスーツを着た若い男性が家にやってきたという。こんにちは。お母さん一人？とりあえず家の中に入れてもらえます？いいからいいから。ほら、早く。お客さんを玄関先で立ちっぱなしにさせるなんて失礼ですよ。そんなの常識でしょ。さあ早く、中に入れて。
田中という販売員はとにかく強引。まくし立てるように早口で喋ってきて、気の優しいお母さんはその迫力に負けて家にあげてしまったのだそう。とりあえずこのパンフレット見てよ。羽毛布団いいでしょ？ねえ。うちの自慢の商品だからね。お母さんも気に入ると思うよ。やっぱり健康に一番大事なのは何かっていうと、睡眠。わかる？自分ではしっかり眠れてるつもりでも、浅い睡眠になってることもあるからね。いい布団使って、ぐっすり寝て健康を保つ。そうしないと、すぐぽっくりいっちゃうよ。長生きしたいでしょうわね。部屋にあげた販売員は、慣れたようにそんな説明をつらつらと始めた。正直、羽毛布団なんて欲しくなかったお母さんだが、圧の強い販売員に早く帰って欲しく、契約をしてしまった、とのこと。でも、その時の話では3万円だったの。3万？そう。それで早く帰ってくれるなら、3万くらい払ってもいいかなと思って。しかし実際、蓋を開けてみれば、羽毛布団は300万円だった。そのことに気づいたのが今日。急いで販売業者に電話をしてみたんだが、全く繋がらない。それで、ネットでこの会社名を検索してみたんだが、同じように騙されて、高価な羽毛布団を買わされた人がいるようだね。それで詐欺だと分かったんだ。実際に家に届いた羽毛布団を見てみるが、どう見ても300万円もするような高価なものには思えない。詐欺だということは明らかだった。あのお金は老後のための貯蓄だったのに、あれがないと私たち生活できなくなってしまうわよ。そう言い、お母さんは涙を流した。どうすることもできず、シーンと静まり返る室内。そこで、名刺とかはもらわなかったんですか？俺はそう尋ねてみた。名刺？ねえ、営業の人間は最初に名刺を渡すものだと思うんですが。その言葉で、お母さんは、あっと言葉を漏らした。そういえば、もらったわ。多分、もらったパンフレットの中に挟まってるはず。そう言いながらパンフレットをめくると、名刺が出てきた。そして、そこには家にやってきた田中の携帯番号が記載されてある。俺が電話してみます。電話をかけるとコール音が鳴る。そして、もしもし、どちら様？男の声が聞こえてきた。田中健二さんですか？人の名前を聞きたいんだったら、まずあんたが名乗れよ。こう返してくるということは、電話の相手は家にやってきた田中本人で間違いないだろう。私は生田です。先日あなたから義母が羽毛布団を購入しまして。その件でお電話させていただきました。はぁ、その買った義母ってのは誰？倉橋美也子です。倉橋？はは、あのばあさんね。男は鼻で笑うようにしてそう言った。その口調にかなりイラッとした。あんたから買った羽毛布団なんだけど、3万のはずのものが300万になってるんだが、これどういうことだ？ 3 万のはずのもの？そうだよ。はいはい。あんたおかしなこと言うな。あれはもともと300万だ。しっかりそう説明したはずだが。そんなはずはない。300万の羽毛布団と聞いていれば、お母さんは買っていなかったはずだ。300万の羽毛布団だと聞いていたら買うわけないだろ。そんなことあんたもわかってるよな。買うわけないかどうかは相手次第だろ。だから俺もびっくりしたんだぜ。あんたんとこのばあさんが買うって言うからさ。嘘をつくな。お母さんは3万っていう風に説明を受けたと言っている。じゃあ嘘ついてんのはばあさんじゃねえか？もしくはボケてるか？ギャハハと笑い声を上げる田中。腹が立つ。とにかく、俺はしっかり説明したぜ。300万ですけど買いますかってな。もしもそれを疑うんだったら証拠出せよ。俺が3万だって嘘をついた証拠をな。証拠なんてあるわけないだろ。ないのか？あら残念。じゃあ証明もできねえな。
お前何なんだ、こんなことして両親が痛まないのか。両親ってなんすか、それって食べられるの。そんなものあって何になるってんだよ。ま、俺は何にも悪いことしてねえけどよ、仮にあんたんとこのばあさんが騙されたんだとしたら、悪いのは騙されたばあさんなんじゃねえのか。何言ってんだお前、騙した方が悪いに決まってるだろ。何、あんたも世間知らずの無能なのか。おいか、教えてやるよ。この世界ってのは弱肉強食なんだよ。動物だってみんなさ、人間も同じだ。負けた人間は勝った人間のせいで負けたんじゃない。弱いから負けたんだよ。てめえの無能さを人のせいにして救われようなんて傲慢なんだよ。うむ、今回は勉強代だと思って諦めるんだな。ふざけんな、金を返せ。さっきも言ったろ、この世は弱肉強食。返してほしいなら奪い返してみろ。そっちがそのつもりならやってやるよ。はん？絶対に奪い返してやるって言ってんだ。はぁ、威勢がいいな。頑張れ頑張れ。見つけられるといいな、顔も知らない俺のことを。ちなみにこの携帯、今日でもう使えなくなる飛ばし携帯だから。飛ばし携帯？それは詐欺集団などがよく使う、携帯電話情報から個人を特定できない携帯のことだ。警察に通報して、この携帯番号から後を追おうとしたって無理ってことだ。それでも絶対にお前を見つける。そうか、じゃあエレキを楽しみにしておくよ。そして電話が切れた。お金を取り返すのは無理そうだな。ごめんなさい、私のせいで。シーンとする室内。お母さんがすすり泣く音だけが響く。しかし、大丈夫です。俺はそう言った。大丈夫って、どういうこと？そして俺は宣言する。安心してください。お金は俺が取り返してきます。俺は義父母の家を出るとすぐに電話をかけた。最近、ここらで悪質な訪問販売をやってる会社を突き止めてくれ。逃げられるかもしれないから、できるだけ早くな。実は俺は、生田組という組で組長をやっている。つまりヤクザということだ。義父母にはそのことを隠して結婚したため、二人はそのことを知らない。だからこそ俺は、なぜお金を取り返せるのかを説明しないまま家を出た。お母さんを騙し、泣かせ、一般人から金を騙し取るような連中を許すことなどできない。そこで俺は、組のあらゆる人脈を使い、奴らを探すことにしたのだ。ヤクザと悪質訪問販売業者という違いはあれど、同じ裏の世界の人間。裏の世界であれば、奴らの情報も回っているはず。その予想通り、俺はお母さんを騙した訪問販売業者の情報を手に入れることができた。そして一週間後、俺はある雑居ビルの前に停めた車の中にいた。行くぞ。俺がそう言うと、車の中にいた生田組の組員5人がこくりとうなずく。もう一台の車にはプラス6人の組員がいる。俺を合わせて計12人のヤクザ。そして俺たちは車を降りて階段を駆け上がり、ドアの前に立った。そして、お前ら動くな！生田組だ！俺の言葉に中にいた男たちは驚いた表情を向ける。するとすぐに組員たちがオフィスになだれ込んでいった。やめろ。何なんだ。ふざけんな。あちこちからそんな声が上がる。組員たちが販売業者たちを押さえつけ、縛り上げているからだ。俺は一番奥の部屋に向かった。そして扉を開けると、そこには社長椅子に座る一人の男。そしてソファーにはもう一人、別の男がいた。ここまで聞こえてきましたよ。生田組だって声がね。生田組組長の生田だ。あんたは？林です。この会社で社長をやらせてもらってます。あんたが社長？社長ということは、諸悪の根源ということになる。すると林はソファーに座る男に目をやり。田中、お前は席を外してろ。そう言った。あはん、了解っす。軽い感じでそんなことを言い、席を立った田中。だが、
ちょっと待て。俺はそれを止めた。はぁ？お前、あの田中か？はぁ？あんたなんで俺のこと知ってんだ？生田組の組長なんて俺は知らねえぞ。その言葉ににやりとほくそ笑む。ちょうどこいつがここにいるなんてラッキーだ。電話で話しただろう。倉橋美也子って言えばわかるか？倉橋？あん、あのばあさんの。そうだよ。あの時話してたのがあんただったのか。よかったな。は？お前言ってただろ？会える日を楽しみにしておくって。だから、会えてよかったなって言ってんだよ。すると田中は、はっと吐き捨てるように笑った。そうだな。会えて嬉しいよ、生田組長。そう言い、田中はそのまま再度ソファーに腰を下ろした。それで、生田組の組長さんが何のご用ですか？うちは組事務所じゃありませんよ。どこにでもある普通の会社だ。普通の会社？嘘をつけ。お前らが悪質な訪問販売をやってるってのは分かってんだよ。悪質かどうかは見解の相違ですね。もしかしたらそう思われるお客さんもいるかもしれない。しかし我々もビジネスですから、様々な工夫をして商売させていただいているだけですよ。うま、ヤクザごときにビジネスなんて分からないでしょうがね。林は見下すように笑いながらそんなことを言った。ビジネスだと？お前らがやっていることは詐欺だ。詐欺？嘘をついて高齢者から金を騙し取る立派な詐欺だ。お前ら恥ずかしくねえのか？高齢者から金を取るなんてせこい商売で金稼いでよ。相手は何の罪もない、普通に毎日を穏やかに暮らしていきたい高齢者だぞ。そんな人間を騙して何が楽しいんだ。すると林は急に笑い出した。それに呼応するように田中も笑い出す。何が楽しいかって、楽しいに決まってるだろ。頭の悪い奴を騙すだけで金が山ほど手に入る。こんな効率のいい商売はねえよ。相手が高齢者だからなんだって言うんだよ。むしろもう追い先長くねえ相手ばっかりなんだから問題ねえだろうが。金は墓場には持ってけねえ。だったら俺たちが使った方がいいに決まってんだろ。そうっすよね。あんたんとこのばあさんが頭が悪いから騙されただけなのに、説教し出すなんてウケる。ああ、そういうことか。知り合いが騙されたから、それを恨んで組員引き連れてやってきたってわけか。そうなんすよ。たかだか300万取られたくらいでここまでするなんて、よっぽど金のないヤクザなんでしょうね。なあ、おっさん。あんたマジでダサいことしてんのわかってる？あのばあさんのように、あんたも頭が悪いんだろうな。そんなに金が大事なら、しっかり守っとけよ。もしくは、あんたもヤクザらしく、誰かから金を奪えばいいじゃねえか。それができないからわざわざこんなとこまでやってくるなんてな。無駄足もいいところだよ。ギャハハ、と、汚い笑い声を上げる、林と田中。ヤクザと向かい合い、オフィスに数十人の組員が押し寄せてきたのに、この二人は全くビビる様子がない。しかしその理由に、俺は心当たりがあった。お前らのバッグには、ヤクザがついてるんだろう。俺のその言葉で、笑い声がピタリと止んだ。そして林がにやりとほくそ笑む。なんだ、気づいてたのか。悪質な作業をやっておきながら警察にも捕まらない。それに飛ばし携帯、素人の犯行じゃないからな。あんたもヤクザなんだろうが、うちにはあの門倉組がついてるんだ。あんたもヤクザの端くれなら知ってるだろう。門倉組はこの辺りを根城にする巨大なヤクザ組織。悪どいことばかりやる組として有名だ。あんたがヤクザだろうが、門倉組には逆らえないだろう。うちの商売は門倉組のしのぎでもある。もしもそれを邪魔するようなことがあったら、あんたらの組は一瞬で壊滅させられるだろうな。それが分かったらもう帰れ。今回のことは門倉組には報告しないでやるからよ。そう言い、ニヤニヤとした顔で俺を見る林。俺が尻尾を巻いて逃げるとでも思っているのだろう。電話しろ。
俺は林にそう言った。はあ？門倉組の組長に電話しろって言ったんだ。話をつける。お前、どこまで頭が悪いんだ。そんなことしたら無事じゃ済まねえぞ。いいからさっさとかけろ。せっかくこっちが忠告してやってんのに。知らねえぞ。すると林はスマホで電話をかけた。なんだ？電話の向こうからそんな声が聞こえたため、ビデオ通話にしろと俺は伝える。そしてビデオ通話にして、門倉組長が俺の顔を見た瞬間のことだった。え、生田組長。門倉組長がそんな驚きの声を上げる。林と田中もその反応を見て驚いた表情を見せた。なぜ生田組長がそんなところにいるんですか？どうも門倉さん、実はね、俺の家族がこいつらに金を騙し取られたんですよ。それで組員を引き連れて乗り込んできたってわけです。生田組長のご家族を、お前らなんてことしてくれたんだ。その怒鳴り声に林と田中はビクッと反応した。何が何だかわからないといった様子だ。門倉さん、この男は一体何者なんですか？お前らそんなことも知らねえのか。生田組といえば門倉組よりもはるかに巨大なヤクザ組織だろうが。それを聞き絶句する林。田中も同様の反応だった。実は俺たち、このオフィスに来るまで県を一つまたいでやってきていた。門倉組はこの辺りでは有名なヤクザ組織なため、林たちも自分たちには一番大きなヤクザ組織がついていると思い込んだのだろう。しかし、それは井の中の蛙でしかない。ヤクザに詳しくなければ知らないだろうが、隣の県には俺たち生田組というもっと巨大なヤクザ組織が存在するのだ。それで門倉さん、俺の家族を騙すってことは覚悟できてるんですよね？脅すような口調で俺はそんなことを言う。違います、生田組長、私たちにそんな気は全くありません。しかしこの会社、門倉組のしのぎになってるって聞いたんだが。いえ、門倉組は今この瞬間から手を引きます。それにそもそも生田組長の家族を騙したのはそいつらです。そいつらが勝手にやったんです。我々は全く無関係ですので。では失礼します。その言葉を最後に電話が切れた。門倉さん。林はそう慌てふためき、すぐに電話をかけ直す。しかし門倉組長が電話に出ることはなかった。もしかしたら今頃慌てて逃げる準備をしているのかもしれない。さてと。俺がそう言うと二人はビクッと反応した。完全に立場が入れ替わったようだ。かわいそうにお前ら、見捨てられちまったな。まあでも高齢者を騙してしのぎにするような組だ。自分たちがピンチになればすぐに末端の人間を切るような組でも不思議じゃねえ。これでお前らを守る人間は誰もいなくなった。つまりは生田組が何をしてもいいってわけだ。すると、すいませんでした、申し訳ございませんでした。二人がそう言って土下座してきた。おいおい、なんだよ、さっきまであんなに余裕かましてたじゃねえか。ほら、さっきみたいに舐めた口聞いてみろよ。先ほどまでは生田組長がそれほどすごいお方だと知らず、失礼なこと言って申し訳ございませんでした。俺も数々の無礼な発言をして申し訳ございませんでした。すごいなお前ら、そんな思ってもないことをペラペラと話せるなんて、さすが詐欺をやるだけはある。ありがとうございます。褒めてねえよ。すいません。てかお前ら、まさかちょっと謝っただけで許してもらえるなんて思ってるわけじゃねえよな。その言葉を聞いた二人はごくりと唾を飲み込んだ。ヤクザがそんな生優しいもんだと思ってんのか？あ？舐めてんじゃねえぞ。林、
お前俺に何て言ったか覚えてるか？お前は俺に向かってヤクザごときって言ったんだよ。言いましたかね？言ったんだよ。なんだお前、俺が嘘ついてるって言いてえのか？すいません、言いました。確かに私が言ったことです。てめえ俺を舐めるなよな。詐欺で稼いでるくせに偉そうなことばっかり言いやがって。正当な手段で稼いでいない以上、頭が悪いのはお前の方なんだよ。お前は他のビジネスに正面切って戦っても勝てねえから、こんなつまんねえことやってんじゃねえのか。ちょっと詐欺でうまくやったからって自分はすごいやつだと思えることこそが頭が悪い証拠だろうが。おっしゃる通りです。しかも高齢者を騙すなんてのは最悪だ。お前には倫理観もない。自分のことしか考えてねえんだろ。お前みたいな非道な人間は必ず天罰が下る。そしてそれが今この瞬間だ。覚悟しとけ。そんな。林はそう言うとがっくりうなだれた。それからもっと許せねえのはてめえだよ田中。すいません。お前電話では俺のこと散々コケにしてくれたな。俺だけじゃねえ、お母さんにも散々なことを言った。すいません、その場の勢いという感じで言ってしまって。知らねえんだよそんなことは。お前はお母さんのことを散々愚弄した。お母さんなんて言ってたか知ってるか？私のせいでごめんなさいって謝ってたんだぞ。お母さんが謝る必要なんてないのに、お前が騙したせいで涙を流しながら家族に謝ってたんだ。今でも自分のせいでって後悔してるはずだよ。お前のせいでな。しかもお前、そんな優しいお母さんをばあさんだの、騙される方が悪いだの散々言いやがって。ふざけんな。お母さんはお前みたいな人間が見下していいような人間じゃねえ。見下されるべき人間はお前の方なんだよ。わかったか？すいませんでした。そう言い、田中は再度頭を下げた。本当に救えねえ奴らだ。おい、とりあえずお母さんから奪った300万を返せ。はい。林は金庫を開け、その中から金を取り出した。すると、どうかこれで許してください。林がそう言い手渡してきたのは2000万。金でなんとか許してもらおうという魂胆だろう。当然俺の怒りは頂点に達した。そう言い床で転げ回る林。俺が顔面に思いっきり拳をぶつけたからだ。ついでだ。そして俺は田中の顔面にも思いっきり一発入れる。田中も床で転げ回った。俺が高齢者を騙して稼いだ金を受け取るとでも思ってんのか？それにお前らのことはいくら金を積まれても許すつもりなんかねえよ。なめんな。絶望的な表情を浮かべる二人。そして俺は300万だけを手に取りポケットに入れた。さて、これからお前らを地獄に連れていくわけだが、どんな地獄がいい？俺がそう聞くと、二人は涙を浮かべながら泣きついてきた。お願いします。助けてください。反省してますから、二度とこんなことしませんから。俺は思わず笑ってしまった。二人が面白いことを言ってくるからだ。お前ら詐欺師だろ。詐欺師の言うことなんて信用できるわけねえだろうが。これは本当です。この会社も畳みますから。いや信用できないね。本当です。二度と悪いことはしません。信じてください。まさに狼少年だな。お前らの言葉は絶対に信用しない。そんな。じゃあどうする？お前らこれから港にでも行くか、それとも森の中とか海か山か、好きな方を選べよ。そんなレジャーみたいに言われても選べませんよ。完全に生きて帰れないじゃないですか。なんだ、生きて帰れるとでも思ってたのか。俺のその言葉で二人は絶望的な表情になった。もう全てを諦めたかのような顔。脅すのはこれくらいで十分だろう。お前ら行きたいか？俺がそう言うと二人は顔を上げた。はい、行きたいです。そうか、だったら自首しろ。二人の動きがピタリと止まる。自首ですか？
そうだ。そして警察にお前らがやったことをすべて正直に話せ。もちろん、門倉組が関わっていることもな。しかし、そんなことをすれば、門倉組に恨まれてしまい、私たちの命が。それが無理なら、今人生を終えることになるが。そうですよね。わかりました。自首して警察にすべてを話します。そうさせてください。こいつらも、ある程度金を持っているようだから、警察に捕まれば、被害者に少しはお金も返るだろう。門倉組が捕まれば、さらに返ってくる額は増えるかもしれない。俺たちが制裁を下すよりも、被害者のことを考えれば、これが一番いい選択だ。もしも逃げたり、警察に隠し事をしたりしたら、必ず俺たちがお前らを捕まえる。お前らの出所後になろうが、必ず制裁を下すからな。その時は本当に命はない。わかってるよな。わかっています。それから、俺たちがここに来たことは言うな。俺のお母さんを騙したことも言わなくていい。金は俺の方から返しておくからな。わかりました。じゃあな。俺はそう言い立ち上がった。だがなんとなくまだモヤモヤする。おい。二人が俺を怯えた表情で見る。そして、俺は二人の顔面にもう一度拳をぶつけた。なんで?そうつぶやく田中に向かって、俺は口を開く。さあな、お前が言った通り、この世は弱肉強食だからじゃないか?ま、いい勉強台だと思うんだな。そしてすっきりした俺は、組員たちに後処理を任せて、オフィスを後にした。本当に取り返してきたの?驚いたな。俺はオフィスを出た後、すぐにお父さんとお母さんの家に向かっていた。そして取り返した300万を渡したのだ。ありがとう。本当にありがとう。でも、一体どうやって?当然の疑問だ。ずっと二人にヤクザであることを隠し続けてきた俺。そこで正直に全てを伝える。まさしくんがヤクザ?信じられない。二人はかなり驚いていた。今まで嘘をついていて、本当にすいませんでした。俺はそう言い、二人に土下座して謝罪した。しかしそれを見た二人は、慌てて土下座をやめさせようとする。いいのよ、まさしくん。顔上げて。そうだ。家族相手にそんなことするもんじゃない。家族。そう言ってもらえて嬉しかった。まさしくんはお金も取り返してくれたし、それにこれまで長く付き合ってきて、どれだけ素敵な人なのかってことも知ってる。そんな人のことを、ヤクザだからとか、嘘ついてたからとか、そんなことで嫌いになんてならないわよ。そう言ってもらい、俺は思わず泣きそうになってしまった。これからもよろしくお願いします。よろしくね。隠し事がなくなり、すっきりした俺。これでようやくお母さんとお父さんと本当の家族になれたような気がした。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。